するため導入されることになったものです。アフガニスタン南部のカンダハル近くで見つかった男女2人の遺体は、歯の治療跡の一致から消息不明だった広島県尾道市の中学校教師の2人であることを日本の外務省が確認しました。おしまいにお天気です。予報は曇り宵のうち一時雨、南の海上を進む台風14号から流れ込む暖かく湿った空気が入り込む影響です。夜には広い範囲で雨になりそうです。気温設定朝25度、日中30度、ぐずつく空は週明け後もしばらく続く見込みです。以上、南部がお伝えしました。 Ladies and gentlemen, J-Wave presents 2 hours of the finest in Saturday night entertainment featuring your friendly hostsJun Miura and Hajime Anzai. It's golden time. はい、はい、どうも、こんにちは。こんばんは。はい、こんにちは。そうですか。よろしくお願いします。はい、一週間ぶりでございました。一週間ぶりです。はい。安西さんも一週間ぶりですよね。一週間ぶりだね。普段はよく一週間に4日ぐらい会ってたり、ね、5日ぐらい会ってたりしますからね。すごい会うことありますよね。一週間ぶりだとなんか一瞬仲が悪いんじゃないかなって言ってね、ドキドキしますわ、もう。話すことないね。ねえ、普通だね。何なんだね、それ。ねえ。はい。はい、っていうわけでですね。はいはい、どうですか。おかげさんで。おかげさんで、おかげさまブラザーズ。はい、二日の日に。二日目大阪で。はい、大阪で。ライブやらせてもらいました。はい。このラジオを聞いている方が。うん。うん、最近なんかね、結構あちこちで聞いてるらしいんですよ。あら。日本中で。あら。うん。東京だけでは収まりきれないという。うまいこと言うな、これ。うまいこと言ってないし。言ってないじゃん、全然ないで。というわけでですね。うん、大盛況に終わった、はい、ということですね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、喜んで。はい。というわけで、どうしたんですか、今週は。今週ですか、はい。今週はですね、まずはですね、うん、世田谷の、うん、祖師ヶ谷大蔵の商店街を一人行ったの。歩いてたんですよ。歩いてたんですよ。うん、はい、僕はもともとほら、付き人とかいませんので、はいはいはい、まあ、基本的には一人で歩くんですけどね、はいはいはい、仕事だって、はい、歩いてたら、お寺でなんかの DVD かなんかの撮影だったんですよ、うん、で歩いてたら、若者が走って近づいてこられまして、うん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 、聞いてますよと、ラジオ聞いてますよと、うん、はい、出たね、あ、出た、うん、一人でできるもんのコーナーでしょ。違うんだ、俺だって一人でできるもんじゃなくても歩いてる時もあるんだ、あるよ、ね、違いますよって言ったんだけども、あ、聞いてますよ、一人でこの商店街歩いてる、いや別に何もない、ウルトラマン商店街っつってね、あそこ、あのキヌタ、昔キヌタラボラトリーってほら、はいはい、つぶらやプロとかもありました、はい、今はないらしいんですけど、あ、もうないですか、はい、もう名前だけ残ってつぶらやプロ、反対側歩いてしまいましてね、とっても迷惑かけて遅刻したっていうことなんですよ。反対側、はい、歩いたってどうですか。商店街を北と南を反対を歩いて、はい、まあそういう意味では一人で歩いたんですよ、商店街、はい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 、うん、無目的ですからね、反対側歩いたわけですから、間違ってたわけですから、はいはいはい、まあそれは失敗に終わったんですけども、おとついですわ、はい、おとついだったと思いますね、飲んでたんですよ、お酒、はい、一人でね、いや一人で飲んでよ、一人で飲んだ、そんなかっこいいことないですよね、それチャレンジしてよ、それ相当ですね、相当だよ、それ忘れてました、一人で酒飲んでよ、相当ですね、居酒屋行ってバーとかダメよ、居酒屋でですか、カウンターとかかっこいいじゃないですか、しかも座敷ですか、座敷でしょ、座敷にしてる、座敷、それも入った時に、うん、あ、すみません、あとで4人来ますからって嘘ついて、あと4人来ますからって言って、もう寂しい感じにこう4つお通しが置いてあって、お通しが置いてあるんですよ。4つとも食うんですよ、はい、俺が。春雨みたいなやつ、はいはいはい。うわ、きついな。春雨のちょっとなんか、おい、表置いてたんじゃないっていう、硬い感じの春雨ね。あ、表のあの陳列で、外置いてあるやつ、中で出してる時あるよね。あとこうなんか、お客さんが来るのを見越して、はいはい、表のなんかこう、はい、置いたんじゃないですか、はい、お盆の上にいっぱい。ありがとうございます。つけ出しだけ。あれですよ、あれの時の春雨焼きみたいですよ。俺、割と、家のね、近くの定食屋さんに行ったんですよ。サンマ定食。一人ですか？それは一人です。いや、定食だもん。で、サンマ定食食おうと思ったら、あ、ちょっと待ってねって言われて、
確かに外にね、はい、あの出てたんですよ、さんま定食の見本とかも。でも俺はローだと思ってたの、それ。それはね、うん、ローだ、普通ローでしょ、まあ、普通はローだよ、ね、普通ローでしょ、普通はローは。でてっきりローだと思って、はいはい、でちょっとなんかあまりにも早く来たんですよ、そのさんま定食。でさんま定食あまりにも早く来た上に指で押した跡みたいなのがあるんですよ。あのさんまの腹の辺にねパンチが入ってるんですよ、何個か。何個か。おかしいなと思ったんだけど、まさかそんなことないじゃないですか。まあね、普通ね。今夏の盛りですよ、まだ、はいはい、残暑厳しいおり。もう表日光にさ、まあ日光消毒っていうのはありますけどね。僕そのサンマを見て秋サンマって書いてあったから美味しそうだと思って入ったんですよ。でまさかと思ったんだけど、何箇所かパンチをしたようになってたからおかしいなと思って。でも早く来たから僕ほらあのすぐにペコキュウリが上がっちゃうから、もう早い方が嬉しいですよね。もう89ペコぐらいだったんですよ。それはダメだ、それはダメだ。もうすぐたらペコペコで死んじゃいますから。もう大変なことになる。なんていい店だと思って早く来るから嬉しいなと思って食ったんだけど、冷えてるんだ。あ、冷えてんなとはまあいい。あ、チンもしてないの。チンぐらいはしたでしょ。いやだからした後だったんじゃないかな。あ、もう焼いて焼いた、焼いて表に出てて、おいで多分お店の人が触って確かめたんだ。確かめた。あ、まだあったかい。でもね、食ってる時ね、まさかと思うじゃんそんなこと。ほんでごちそうさんでしたって払って帰ったら、その外に出したらサンプルのサンマがないんだよ。俺が食ったんだよ、それ。それ本当ですよ、それ。すごいね。それびっくりしたんですけど、この間はすごい、ね、リリー・フランキーとかと飲んだんですよ。ね、飲んで。はい、で、まあ飲んで、わーわーってなって、うん、銀杏ボーイズの峰田君呼ぼうと。はい、ほんで、いいですね。皆さんくんね、いろいろ事情聴取しないといけないから、ね、俺はもう、うん、こっちも事情聴取しなきゃなんないってことで来てくれたんです。陳情しなきゃいけないね。ほんでみんな飲んでって、わーわーなんて飲んでたら、うん、そうだ、誰かがいない、猫ひろしだっていう話だ。おね、出た。猫ちゃんがいないじゃないかと。何やってんだと。大して飲まないけどね、あの人もね。逃げたのは一滴も飲まないけど、うん、まあ、あ、猫ちゃん電話しようって言ったら電話した、うん、あ、すいません、今日はちょっと、あの東京 FM の方で、放送が出るからあるもんでって言うからあ、そうか、向こうやってんだもんね。あ、そうか、ごめんごめんって一回切ったんですよ。で切ってまた酒飲んでて、うん、行こうっていう話になった。やっぱりあのこう誘いに行こうっていう話になったんですよ。また俺のめんどくさいのが出たんですよ。ほんでとりあえず松下君にちょっと電話で、うん、東京 FM に電話して、はいはいはい、今から行くけどどう僕らって電話してよって言ったら、はいはいはい、10分ぐらいして戻ってきた、うん、あの地下だったんで、うん、あの携帯払わなかった、外でかけてもらって戻ってきた、うん、なんか評判悪そうですよと。評判悪いな。出たね。なんかね、出たね。怯えてるんだ。あの生放送なんで、ね、ちょっと、はいはいはい、ちょっとって言われてましたよっていうから、まね、はい、じゃあ見学っていうのでもいいじゃん、見たいと。いいね。だってうちらの猫ちゃんじゃん。そうだよね、うちらの猫ちゃんだよ。見守ってあげなきゃ、見守ってあげなきゃなんないってことで、じゃあ見学行きたいから、はいはい、夜の 3時ぐらいですよ、うん、2時か3時だして、うん、とりあえずもっぺん電話してきてと、うん、見学は OK か、見学ならいいのかと、うん、また見学はいいと、うん、言われた。ああ、うん、よかったですね。でそんなんほら入り口で取り調べ受けたら嫌だから、とりあえず、うん、リリー・フランキーって名前言えば入れるようにだけはしといてって僕の名前使わずに言っといた、まずね、ちょっと安全そうな保護を出したんだね。それだったらいいですって、なんかちょっとね、うんうん、評判悪いんですよそれで、うんうんうん、あ、評判悪いのかっつって、うんうんうん、でちょっと考え直そうってことで、うんうん、また飲んでたんですよ、うんうん、よし、なら J-WAVE 行こうって話になった。なんでなんでよ。TR2 やってるだろうってことだったの。まあそれやってる。今日は誰だって話になった、うんうん、誰だろう誰だろうっつって、うん、ほんでリリー・フランキーのとこのマネージャーにそれ電話し、うんうんうん、今日誰がやってるかって調べてもらう、うんうん、スネオヘアだった言ってたね、うん、この3人が行くけど、うん、どうってちょっと電話してきてよって、うん、また電話してます、うんうんうん、いりませんとはっきり言われいりませんとはっきり言われましたと。ゲームウェブには見学すらいりませんとはっきり言われた。じゃあもう持ってんじゃん。でも通行証、うん、これ忘れた、通行証忘れたな、飲み屋に持ってから、ね、よかった持っててたらバンバン入ってた俺危なかったっすね、お部屋。もういらないって言われたもんで、またもうこれは猫ちゃんに行くしかないってことで。見学だね、もう。タクシー乗って、3人行ったんだ。ほんで、ガラスの向こうで、こうやって手振ったりなんかしたんだけど、とてもなんか和気あいの雰囲気がなかなか出ないもんで、元ホストの方と、ラジオやられてました。生放送でね。ほんで、これはもう帰るべきだっていうこと、やっぱ大人の判断ですよね。で、5分ぐらいして帰ったんですよ。また飲んで、ズクズク飲んで、
次の日仕事あったんですよ、はいはい、テレビだったんですよ、うんうん、狼少年っていうね、ダウンタウンのあの浜ちゃんがやってる番組で、それに、あ、頭痛いなと思って、うんうんうん、もうあの二日酔いだったんで、で行ったら大部屋なんですよ、はい、で大部屋であの楽屋一人一人ないから言われて、はいはい、みんなマネージャーさんと来られてるじゃないですか、はいはい、でみんな和気あいと喋ってられますよ、うんうん、俺もしょうがないから一、うん、人でボブディラン辞典をこうじっと読んでたら、一、うんうん、人の若い人が、うん、昨日はどうもすいませんでしたっていう、これ何だろうと思ったら、うん、その元ホストの方がゲストなんだよ。あ、一緒のね、一緒だったんですよ、はいはいはい、なんよかったね、よかった。だから飲み屋の後でボコボコに言ってた話聞かれなくてよかったぐらいだと。危なかったけど ね、 うね、そういう一緒か、素晴らしい。僕前はあれ、はい、愛は地球を救う行ったじゃん、安西さんと飲んでね、行きましたよ、キャバクラで飲んでて、愛は地球を救うに俺らは出られんのかってキャバクラの女の子に言ったら出られないって言うから、バカ野郎っつってすごい怒ったよ ね、 ね、出られるかもしんないじゃないかって、出てんだって言って、だってあのキャバクラに行く前にテレビ見てたら、うんうん、有名人の方武道館で歌を歌いに来てくださいってダウンタウンが言ってたんだもん。ほいで、ね、三浦君はダウンタウンは知り合いだからと、僕知ってたもんその時、ね、うん、知ってたもん、うん、だから大丈夫だよって、ね、なんて言ってね、うん、キャバクラの女の子連れてね、うんうんうん、武道館まで行って、そ、うんね、関係者を受け付け立ってたら、うん、あ、すいません、一般の方は募金はこっちですって言われたよね。あ、そういうことかなんてこっちも言ってたしね。あ、もういいやんってね。それでしばらく、うん、あのほら部屋通されたんじゃん。あ、ほんでとりあえずの入り口のとこ で、うん、あの誰かの知り合いですかって言われたから、うん、松本が呼んだって僕そうそうそう呼んでもいないのに嘘ついてた。だったらまあそこまで言われたらと思って入れてくれたじゃん。入れてくれた。入れてくれた。入れてくれたらずんだったら長いこと待たされたね。隣が水木有さんって書いてあった。ね、そうそう、僕らのとこ何も書いてない。呼ばれてないですから。なんかね、倉庫だよね。倉庫だったね。あれは。倉庫だったね。あれは倉庫だよ。で、あのトランシーバーみたいなやつでもう生放送もね。うん、あとあの、食べ終わった弁当箱が積んだやつだった。積んだやつだったね。もう。弁当出なかったね。俺ら出なかったね。一切出なかったね。ほんで、このトランシーバーみたいなやつで。弁当どころじゃない。うん、何も出なかったよ。水も出なかったよね。いや、もう水もない。俺アジアン航空かなと思っちゃった。いや水も出ないのかなと思ってね、びっくりしちゃったけど。出ないよ、ね、出さないと一緒ですよね。ほんでトランシーバーで、うん、あの今三浦淳さんと安西はじめさん表でやってるの聞こえてるんだよ ねかなり寄ってられます。好きなんでね、やってたよね。皆さんかなり呼ばれてますよ。でもほら、愛を作りに来たわけだからね、これは出なきゃなんて、ね、気持ちはね、あるんだもんね。あれから3時間ぐらい待たされたよね。そう、ね、だから酔いを覚ましたんだろうね、向こうは。待ってたんだろうね。でいよいよ出られるってことでね、朝方6時とか7時だったよね。もう一番人が見てない時間だよね、きっと。だってもう出してくれないんだったらいい、俺募金して帰るからって言って、うん、その代わり宝塚に書くよって言ったの。最後ね、開き直ったんだ。開き直った。もうこれ以上待たせんだったらと。業界人は俺業界人だから、ビシッて言っちゃう。これぐらい待たすんだったら、もういいよと。募金しちゃうからねとかって言ったら、すいません、ちょっと待ってくれ言ってくれたよね。言ってくれた。急に。引き止められて。でもまたそれで1時間ぐらい待たされて。1時間ぐらい待たされて。全然効果ないし、やっと舞台の裏まで、ね、行ったんだよね。でダウンタウンが司会してたよね、うんうん、でその時に、うん、なんと出たよね、徳光さんみたいな、なんと漫画家の三浦淳さん、知らないくせにさ読まされてんだよね、かわいそうにね、あの、そうそう、で皆さん出ましたら、うん、あと安西さんです、ね、安西さん楽屋で待ってて、楽屋の横のとこで袖で、うん、ま、僕ね、とりあえずあの背中をポーンと押されたから、ポーンとあの寄ってたからフラフラってこう階段登ってったけど、安西さんどうすんのかなと思ったら、僕は押されてなかったんだよ、後ろ僕は押しますからって言われて、うんうん、呼ばれたら出てくださいって言われたら、うん、ずーっと呼ばれないんで、手を後ろにずーっと、手がずーっとその人のあったかい手がなんか背中に感じるんだ、なんか気候だね、気候だ、気候でマッサージ入れた、あれ、うん、あれでずいぶん腰調子よくなったんだけどね、じーっとされたまんま、ついに最後三浦君が行った時、その人手をスッと下ろしたのが分かったんだ、もういや俺さ、てっきりさ二人ともポンポンと押さえていくんだろうと思ってさ、もう堂々と上がった関西さん来ないからさ、これはもう勢いで階段登るしかないから、武道館の階段登ってあーとか言ったら、こいつ怖いわっていう一言があって、バンってコマーシャルだったね。バンって。あ、よかったね。それをたまたま朝、うん、あの朝飯食ってたおかんが見て、うんうん、あんたも偉くなったなっていう話になったって話だったんだけど、ね、いやいい話だったね。あのラジオジャックは無理だった。それは無理だったって話なんですよね。それ猫ちゃんの方から聞いたんですけど、うん、はい、皆さんをお見えになって。
言ってましたか。それで、うん、10分ぐらいいましたよ。ニコニコされてました。ニコニコずっとって。もうニコ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 されて。他の放送局はどんな仕組みなの、はいはい、うん、どうやってディレクターは指示出すんだろうって勉強だもん。はい、ニコニコされて、うん、そのまんま、すんなり納得されたようで10分間ぐらいいらっしゃって帰りましたその時ジリュランキーとミネタがこうやって覗いてピースとかやってんだけどさ一生懸命やられてたからねこれはいけないと思って後で根っこひろしからメールが来て すいませんでしたと、うん、何の対応もできなくてすいませんでした、うんうん、次回来られる時は10時間ゲストに出てもらいますって書いてあったから100時間にしとけって書いてメールと酔うと気が大きいんだけど酔わないと気が小さいんだけどな、ね、俺、うん、本当だよね、うん、いや結構ですとか言うもんね普段ならね本当腰低いんだけどさそうやってバランス取ってんだね人間ってね、はい、いや本当だよねご迷惑かけてどうもすいませんでした、はい、もうはい、はい、そういうわけで、はい、じゃあどうしましょうか、はい、誰も聞いたことない曲なんですよ、ね、やりますね、はい、誰も聞いたことのない音楽もう、ね、はいということで、はい、今日は誰も聞いたことない音楽ということで、はい、生ですよ生で、ついに生で、ついに CD がないんですよ手元に。ということは生ですよね。まだ、はい、まだ出てないんですね。まだ出てない。出るんですか。リリース前ということで。リリース前。はい。今日はですね。何ですか。はい、まだ皆さんの耳には届いてないと思いますけども、はい、ついに安西さんが政治に本に出られるということで甘党を。アマトーソングって言うんでしたっけ新曲それをよろしくお願いこれ誰も聞いてないちょっと待ってくださいアマトーソングですかいやいやマナーさんあるじゃないですかマニフェストよりもソングって言ったじゃないですか飲み屋でそんなもんマニフェストは古いソングだっていうことでマニフェストよりソングかって言ってま先マニフェストじゃないですかね大事なの政治に、ね、政治に必要なテーマをミュージックじゃなくてアマトーは甘えていこうってことで別にマニフェストはなくていいって言ったじゃないですかまあアメリカにも甘えていこう、はい、何でも甘えていこうってことで、はい、はい、甘党ソングをよろしくお願いします。ツンテケテカチンとテンとティンツンチチンテンとテンテテン。甘党甘党甘くてごめん。甘党甘党甘くないのね。それ甘党チャチャチャ甘党チャチャチャ。ああはいそういうことでコマーシャル三浦さん安西さんよもゴーイングアンダーグラウンドボーカル松本壮ですマイヤヒーどころじゃないかなりヤバめな飛鳥さんにミックス作りました TR トゥースデー独占オンエア中です超難しいクイズで音楽ギフト券6万6000円分も当たります9月6日火曜深夜2時ああゴンザレスグレイト誰なんですかそれ本当にスペシャルサタデーナイトジュン・ミウラアンハチメ・アンザイ 81.3J-WAVE GOLDEN TIME なんかね、はい、コマーシャル先行型になってるよねいやうちはかなり番宣抑えてられるのにねてて、うん、みんなが乗ってきてるね番宣流行ってるねもう番宣はもう原稿読むようにしてるもんねもうアドリブなしになってるもん今、ね、もう頑張ってんなこっちを頑張ってんねはいすごいなちゅうわけでちょっとアマトーソングもよろしくお願いしますアマトーヒー、はいメールご紹介いたしましょ う,、はい、うラジオネームハウルの動くプレハブ小屋さんからプレハブ小屋さんはいありがとうございます愛知万博の、はい、愛知万博そういえばコロゴンドラの中で AV 撮影していた人たちが女優さんも含め5名捕まったそうですあら三浦さん気をつけてくださいいやなんでだよなんでだよああやったかついにもうほら終わるからでもそろそろねいけると思ったあのゴンドラね高いんだよ高いの、うん、結構高い何人も乗れるんですか何人も乗れるんだけども、うん、並んでると、うん、前に前のカップルとか、うんうん、前のじいさんばあさんとかと一緒に乗らなきゃなんないんだだからパニックになったら困るよ知らない人だから一応向かい合わせ座るんですよ、はい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 、ゴンドラだから、はいはいはい、挨拶しようかなと思うような感じなんですよもうあまりに三浦と申しますよろしくお願いしますみたいな一番の三浦ですみたいなよろしくお願いしますみたいな感じなんですよちょっと緊張感走りますよはい。だから4人でうまいこと乗ったんね AV 撮るやつね うまいことやったんだやったんだなそれはねでもうまくいかなかったんだねうまくいかったもうスカスカに見えるのいやそんな見えない見えない結構高いとこ
ゴンドラが見えないです。なんで割っちゃったのね。あ、ちょっと昔東京エマニュエル夫人っていうので、うん、あのゴンドラセックスっていうのありましたわ。昔ね、田口久美っていう女の人が、あのゴンドラで、あのエマニュエル夫人は飛行機の中でエッチやってたじゃないですか。やっぱ予算がなかったんだろうね。いきなりゴンドラだっていうことでゴンドラでセックスしてた、あの田口久美さんは。あ、でもそのちょっと思い出したんじゃないかな。もういい人だよね。ね、いい人ですよ。そういえば東京エマニュエル夫人って映画でしたけどね。はい、そうだよな。はい、ですね、BS かなんかで放送して通報されたそうです。あ、そうなんだ。そうなんだ。え、BS 流したんだ。それを。うわ。うわ、根性あるね。根性あるね、それ。あ、そうですか。あ、そうなんだ。それだったらもっといろいろ場所あるよ。そんな、いろいろ撮れるよ。いろいろ面白いとこあるよ。何も万博でやんなくてもいいよね。それさ、きっとさ、万博とか言ってんじゃないの。マントバンかけてこれだ。マンパクが出たんじゃないの。マンパクが出たんじゃないの。やっぱりね、マンパクなんて、はい、じゃないのこれ。あのじゃないのこれ。地球学の地球の字が違うんだよ ね。あの恥ずかしいお方ね、多分コミヤみたいな。そうだよね。そうだよ。ああ、そうだよね。恥ずかしいお方の方でね。でね、あ、俺地球学やめてよもう。こんなと。あ、そこのそこまでいかんだろ。ネーミング先行型で突入したね、撮影ね。突入したんだよ。いいアイデアだと思ってたろうね。ね、なるほどね。こちらもちょっと紹介します。ラジオネーム、妄想職人さん、こんばんは。こんばんは。今日は誕生日で2時間とちょっとが経過しました。あ、誕生日。誕生日なんだ、これ。あ、もう妄想職人さん。あ、過ぎたってことは昨日ですね。はい、はい、おめでとうございます。お願いします。三浦兄と、あんたに何かくれませんか。よし。あ、あった。あのね、今日僕持ってた。すっごいね、余ってた。あのタトゥーのねセンス、違う、うちはダメだ、 J-Wave のはダメだよ、そんなこと言って。え、なんで俺プレゼント持ってきたのにタトゥーはダメ。ダメ、タトゥーダメ。タトゥーのうちはいっぱいあったよ。なんかなよ、だってもう秋だし使わないんだよみんな。まあね、東京ドームやった時にこうずっと立てとけばさ、人が入ったように見えるじゃん、今度立てだって。それに使うんだから、人書きにちゃんと使うんだから。使っちゃダメなの。あ、使っちゃダメだと思う。残念だな。あの、はい、僕ね、あの本また出ましたんで、これ前、もうね、20年ぐらい前に書いた本をまた出したんですけども、青春の正体っていうね、いいタイトルでしょ。またいいタイトルですね。KK ベストセラーズから出たやつと、ちょっといい映画のあれ、タイトルですね。これ、じゃあその人に青春の正体。青春の正体は無責任であるなんて書いちゃってた。そんなあんま思ってないんだ。まあこれ本をその人にでっかい誕生日プレゼント。やったー、はい。読んでよ、20年ぐらい前から。あ、めぐ昔の自画像じゃんこれ。それさ、だって18の時に書いた映画表紙だもん。それだけは言っとかないと下手だねって言われるのもちょっと悔しいからさ。鉛筆で。今の方が下手になってるんだけど。メロコン鉛筆好きでしたよ、ね。僕鉛筆好き。鉛筆派でね。はい、鉛筆派です。あ、いいね。あ、こんな仕様も作ったの自分で。それは彼女と、あの鎌倉に行った時に、はい、鎌倉のお寺のほら、あの大仏のところのしおりに自分の写真を切り抜いて、19の時に貼ったんだ。うわ、それをその写真も玉人むさびに落ちた受験票のやつのあれ、あれ、あ、そうなんだ、写真だから落ちましたよってことで。ちょっとこれはちょっと元気ないもんね、はい、これ採用されないね。そうでしょ、うん、やっぱ写真審査で、もう一度目の古風とか夏からその女と鎌倉とか旅行行ってる。どこの大学入れんねん。もうラーメン大学も入れない俺。それサングラスとかしとけばよかった。そうなんだよね、この頃してないから。純の目が好きだなんて言われて今はあんま言われないから。あ、サインしてある。もうサインしといて。サインしてある。あ、やった、やりました。これ青春の正体、これあげますわ、はい、今日はね、職人さんそれね、5冊も持ってきましたからね。どういうこと、皆さんにね、あの欲しい人あげますからね。でラブっていう角川文庫のやつも、はい、なんか好評発売につきまたドンと5冊結局ラブでしょ。いいこと、まあ、いいこと言うね。やってることと全然違うね。悪いやつなんだよ俺。はい、すみません。そんなことないじゃん。そんなことだよね。そうだよね。もうおかんを大好きですよ、三浦君のこと。うちのおかんかい。そうでしょ。全面的に応援してるでしょ。うん、最近は怒ってるね。はい、よろしくお願いします。もうまた怒られますよ。追加いろいろ。わかりました。というわけで、誕生日プレゼントもしつつ、いろいろ。そうだね、今日誕生日だっていう人とか、はい、今日セックス初めてした人とか、はい、いろいろ言ってもらったら本がポーンっていっちゃうから、ポーンって、うん、ポーンっていっちゃうよ君に、うんうん、でももうあと1冊しかないんだな。え、まだあるよ。まだあるの。だってあと4冊ある。あ、4冊5冊もある。お、やった。うん、今日はもう羽振りいいよ。さすがだ。
はい、ハブリーズと思ったら今、はい、思ってないね思ってないんですね、うん、はい、どうぞ、では早速、うん、このまま、ね、紹介して、うん、いいよ、どん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 応募していただければ、うん、まだこれはね、今日はもういっぱいもうものがあるからね、あとはもうなくなったらタトゥーの、あのうちわうちわでうちわ話、はい、うまいこと言います、本当はです、まずはなぜかセクシーに聞こえてしまう日本語を探るコーナー、セクシーこれいい、これはいいね、もう夏休みももう終わったけど、やっぱり夏、今年の夏もやっぱり童貞も少女も捨てられなかった人っていうのはいると思う、はいはいはい、でもね、いいんだよそんなこと、いいんだよ、後で飲み屋で爆笑の話ができればいいだけなんだことで、ということは今年スッとすんなり終わってる人ってあんまり笑い取れてないでしょ、きっと、ね、夏海で童貞喪失なんてよくありがちじゃん、そんな時に秋で、うん、なんか変な、廃屋みたいなところで童貞喪失とか、なんかほら違う現場の方がいいから、あ、新しいね、うん、そのうん、そうなんだよ、うん、夏はさ、うん、こう脱がせる服の数も少ないじゃん、うんうん、あ、そうだよ ね少ないもんね、少ないもん、そうだよね、甲冑とか着てないもんね、うん、夏はね、そう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 、暑いから、うん、甲冑とか着てたらさ大変だわ、甲冑は大変だよね、あれ特に股のとこはこうビラビラビラってなってるでしょ、だってあれはだね、余計なこと言いそうになったんじゃないか、今お願いしますよ、はい、いやらしい言葉じゃないはずなのに、なぜかセクシーに聞こえるという、セクシー敬語を聞いてもらってピョって言ってもらおうよ、はい、うん、よろしくお願いします、これは2時からニュースを読んでくれてます、うん、南部さんが読んでくれてる、うん、そらそう、やっぱりここはほら安西さんと俺が、あの裏声で女の声出さないとこがもう豪華だわ、ここはね、安西さん裏声出すことある、どういう風にだからイオンとか、うん、なんかありえないじゃん、あ、そう、なんで、あ、俺割と言うんですよ言わない、何それ、いや、じゃあ事務所とかの時はだってあのAV とかあるからさ、はいはい、別に俺が声出していかなくていいけども、はいはい、ホテルさ、はい、ホテルに行った時に、はい、あのラブじゃないよ、はい、普通のホテルに行った時にたまにさ、うんうん、あのプリペイドカードがないとこあるじゃん、あるあるある、割といいとこ撮ってもらった時逆にないでしょ、エロビデオがついてないとこあるじゃん、あれセンスのない人がホテル選ぶってことなんだよ、ね、ちょっと豪華にするとそう、ミドルだとついてない時あるでしょ、あるんだよ、あの家族で来るようなとこですよ、そうなんだ、子供がなんかほらポンポンなんおっしゃってヒーなんて言ったらまずいからっていうことで、もう勝手に観光協会で一番最低のホテルっていうのはさ、うんうんうん、あれだよね、リンスインシャンプーと、はい、それとリンスインシャンプーはほら俺らは挑発だから、はい、バッサバサになって次の日の、撮影あるから ね俺らも、そうバサバサだからね俺らね、これはいかん、これはいかん、もうもう旅館に一言だ、身だしなみができる、リンスインシャンプーはやめろ旅館、ね、これからは流行らないぞ、うんね、うん、それと、うん、そのプリペイドカードもない、 AV ないとこはいけない、そうそう、いけないね、あとプリペイドカードもあのロビーのフロントの近くに置いてるとこも嫌い、あ、夜中ピリピリピリとこ嫌い、出てくるからフロントの人が、あのいないのにね、うん、各階のエレベーター降りたところにつけといてくれ、そう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 、でもね各階のエレベーター降りた時にあれまずいんだよ、急に来るだろ急にエレベーター降りてくる人いるじゃん、あれはダメだ、もうちょっとねもうちょっとほら、うん、あの水とか売ってとかあんじゃん、うん、ああいうところにしてほしいよね、ああいうところにしてほしい、で三浦君の場合はいいんだよまだ、うんうん、あのほらあの喫煙ルームじゃん、あ、はい、海外泊まるところ、ホテルのね、ホテル今禁煙の方あるもんね、はいはい、禁煙ルームの方は嘘、オナニーも、女の人オナニーは一切してないとは書いてなかったよ、いやオナキンルームとかないよ新しいねそれ、ノースモービングノーオナニーノーオナニーノーオナニー、外人観光客が言っちゃってノーオナニーなんで、おーなんかオーマイガーバスメンバスメンクリフラワー、クリフラワースペームなんかして部屋変えたりなんかしてさ、ね、前の人がやっちゃったりなんかしてな、そうそうそう、禁煙ルームは何、プリペイカードダメなの、需要ダメじゃなくって、うん、あの階に女の人が泊まってることが多いんで、うん、なるほど、あのツーッと開いた時に女子が出てくる場合が多いんですよ、その時の方が恥ずかしいよやっぱり、なるほど、男同士だとなんだお頑張れよみたいな、ちょっといいじゃないですかはあ、はあ、じゃあ同じ人がパッと開いた時にもうまたまたぐらいにこう突っ込んでプリペイドカード出せる、ダメダメダメ、個人情報を取れちゃうから、個人情報をスキミングしたらやっちまえばいいじゃん
そうだよ。そこだけはちゃんとしてほしいっていう話やな。ホテルだけはしてほしいということ、うん。ホテルであって、ね、ホテルで別れるけどさ、俺らだって。ね、普通のビジネスだってね。本当だよね。ちゃんとしててほしいよ、これは。そうですよ。うん、はい。そして、そういう時に声出すっていう話ですよ、そうですか。ないと。そういう時に出すんですか、一人で。うん。やっぱりそう、寂しいじゃないですか、ちょっと。うん。僕割とサウンド派なんですよ。前からサウンド派なんで。とか言って盛り上がるんだよ。本当本当。そういう声は出しませんから。ナムさんが全部もう固くやってもらってますんで。はい。一部の隙もないような。硬い方がいいからね。こういう時はね。もうベッドに挑んだら硬い方が今いいから。歌詞より硬いヌンチャクなんつってね。いいんですよ。あんまりわかんない。よくわかんない。よくわかんない。はい。そしてこちらは虫実践。いい、これはもう、もう不滅のコーナーだね、これはね。もう、セミもさ、そろそろ鳴かないね。うん、来たね。来たね。ついに来たね。今さ、もう完全に出遅れてるやつ、ちょっと鳴いてるでしょ。完全に。うちの事務所の近くにちょっと行ったらコインランドリーあるんですよ。そこの前ちょっと撮った時にね、コインランドリーのとこに泊まってやがるんだ。そんなとこ来ねえよ、メス。コインランドリー。同棲してんじゃねえんだから。バカだなと思って。今裏返ってるやつ結構いるね。もう今、だいぶ裏返ってる。裏返ってきたね。裏返ってきた。オセロだったら全部セミの腹になっちゃうね。全部裏返っちゃったから。もうダメだ、もうそろそろ。アリも運ばなくなってきた。あ、そうですね。アリももうやってられないよね。こんだけたくさん伝えてたら。もうそろそろ。もうまたこっから6年ぐらいやるんでしょ、地球で。まあ頑張るでしょ。もうビシッと言ってほしいんですよ、虫にね、説教。ビシッと言って、ビシッと言ってあげないと、これからの今後のことを考えて。そりゃそうだ。俺本当にもうセミとか本当に呼べたら飲み屋とか呼びたいもん。夜中ってたまに泣いてるやついるじゃん。俺もちょっと来いと。ちょっと。お前泣いてるんだったら飲み来いと。ちょっと来いと。ちょっと。で、お前な。ちょっと座れと。あんたさ、厳しいと思うんだ、セミに。ほんで、多分ね、長いこと説教してるんだけど、トイレって書いてたらね、死んでると思うんだよね。そのセミ。コテンとなってると思う。そうなんだよ。その時にちょっとね、白くなってるとね、潮吹いてるとかわいそうなんだよね。かわいそうだ。それは。大事なことしたーと思うよね。もうそういう時は面倒見るから。そうだね、面倒見る。庭に埋めるから。そうだ、その時には。もうしょうがない。ということで、全虫に説教していただくコーナーでございます。よろしくお願いします。そしてこちらは日本の伝統芸能を親しみやすくセクシーズボーイ。あれですよ、ロバート・ホールもなんか今日見てたら終わりそうだった。本当？ゲスコーナー結構楽しみしてた。ゲスはずいぶんキャンタマで頑張ってたよ。そうそうそう。キャンタマ相当頑張ったよ。キャンタマだけで言ったら向こうの方が好きだから、ね、頑張ってたよ。うちらはその前にチンポやってた。それで怒られてたからキャンタマになったんじゃないな。キャンタマがいいってことにしてくれたのがゲスのおかげだよ、ね、ゲスのおかげだった。でゲスがもうないとなるとさ、もう片金なわけですよ。うちらがだけだから。俺たちだけだよね、プロ持ってんのは。そうですよ。川の中身のようにって頑張って歌ってたよ今日。そうか、やっぱりね、深夜番組からちょっと1時間2時間ちょっと前倒しになると突然ね、下品は言われちゃうんだよな。やっぱ厳しいな。俺たちも曜日移った時厳しかったもんね。厳しかったけど時間帯はずっと一緒だからな。言わさないぞもう。ということでセクシードドイツもゲスに送る、まあ書いてた放送作家の人もこっちに送ってくれたらやるから、もうぜひとも、ぜひともお願いします。嘘を晴らしてください。よろしくお願いします。一緒に晴らしていきます。はい。というわけで、そしてこちらはダメ、絶対レオンの置き場所。いいね。やっぱりガタガタした机の足のとこにレオンは挟むが1位だね、今のところね。今1位でしょ。あれは答えられないもんね、これは。なんかさ、ぴったりした T シャツとか着てくんだよね。あ、そう。あのおじさんが。レオンはやっぱり、こう緩い T シャツじゃないでしょ。あ、ピチ T で、はいはい、でちょっとちょい悪だから腹ちょっと出すんだよね。そうそう、あれがいいんだよね。あれなんだろうね。そこにちょっとこうなんかクロムハーツ的なさ、なんかちょっと一個ピッていくんでしょ。クロムハーツ的な、ファイテンじゃないよね。ファイテンではない。ファイテンではない。ファイテンはちょい悪じゃなくて体悪いってことなんで。ちょい悪だよね。調子悪いだから。ちょい方悪だから。そうだそう。気をつけないとね。はい。はい、というわけで。あとフリーメールもね。はい。まだあるが。まだ。コーナーまだ。水木すぎる先生も知らない恐ろしい妖怪の世界。こんな妖怪嫌だ。だった。世の中に全てが。おかしいなと思ってることは、全て妖怪のせいにしていこうということで、はい、はい、妖怪がいるのかな、
はい、楽しみにしておりますわ、皆さん送ってください。もう妖怪のシーズンも、だんだんね、もうギリギリになってきましたので、そうですわ、はい、また新しいことを考えていきましょうか。お願いします。今までに DR2 から何個コーナー作ったのかな。これものすげえ作ってんだけどね。作ってはどうして、どうもフィットしないね。頑張るわ、頑張る頑張る。はい、というわけで、以上すべてのコーナーの続きはこちらでございます。メールアドレスはゴールデンアットマーク j-wave.co.jp golden アットマークj-wave.co.jp。 ファックスの方は 0570-000-813 0570-000-813 です。深夜ですのでおかけ間違いのないようにダイヤルはゆっくり正確にお願いします。はい、そういうことで、やっぱあそこね、おかけ間違いのないようにって、あ、このスロープがいいね、おかけあれがいいな、おかけ間違いのない、はい、はい、というわけで、南部さんにも紹介してもらいました。うん、が、今日は、うん、本のプレゼントなどもございますんで、本プレゼントございますんで、はい、ラブがいいか青春の正体がいいかって書いておいてもらって、はい、2冊ございますんで、読んでください。直々に持ってきます。はい、牛に送られてきてる本を持ってきてるわけでございます。はい、まあ自腹を切ってると言っても過言ではございません。はい、頑張らせてやらせていただきたいと思います。本当に心血注いでおります。はい。はい、では今週の勝手に観光協会。夏も終わりじゃないですか。ね。夏が終わるとなんか切ないけど、春が終わってもあんまり切なくない。冬が終わってもあんまり切なくない。秋が終わってもそんな切なくない。なんで夏だけ言うんでしょう。どう思いますか。そうですよね。夏の次に秋が来るからでしょうね。あ、そうか。入れ替えればいいのか。はい。ということは秋の次に夏が来てればいいってこと。じゃあまた。いやいやいや、そしたら冬になっちゃいますから。どうすればいいのか。あ、夏も終わりですね。ブラジルとか行けばいいのか。春が来たらどうなんでしょうかね。夏の後に。春は割と喜ばれるもんね、はい、春は割といいんじゃないですか。評判いいもんね、評判いい、いいらしいよ最近。 春はなんか過ごしやすいな、ね、らしいね、言ってるらしいね。じゃあ夏の次にも今年から春持っていくか。春の間に入れて、ね、割とちょっと寒くても春って言っていけばいいんだもんね。そうだよ、春物とか着ていきましょうよ、なんか明るい。ああ、いい、ね、全体的に春物を出せば、ね、全体春って思うもんね。そうそうそう、春と秋ってそんなに違わねえから。違わないでしょ、ね、なんか栗も春のものにしていけばいいんじゃないか。あ、いい、あ、いい、なんかね、ああいうの春っていう、なんか春っていう感じがいいんだよね。うん、秋って、秋って落ちちゃうもんね。うん、秋流山みたいな、ね、春一番ってなんかいい感じ、いい感じ、体がちょっと弱いぞぐらいな感じの、いい感じと思う、ね、春から冬に来て冬から秋になり、あ、そうだ、冬から秋になっちゃうもんね。秋、夏になったらばいいね。いい、あ、じゃあもう提唱しましょう。次春だ、まあ、春が、うん、予想しとこう、春が来る。これからはもうは秋って書いてあっても春って読んでください。あ、いい、いいね。春物一層とかそういうのね。なるほど。僕東山寺とかさ、春物一層とか言ってるけど一向に潰れた試しがないね、これ。 ああいう店はね。あ、そうということで、まあ一応まあ秋が来るから、はいはい、寂しいっていうことでさ、あの勝手に観光協会も今年宮崎行ってね、そうなんですよ、天国に一番近い県なんて言って、すごい楽しかったじゃないですか。楽しかったですね。親父で行ってんのに何かこうワクワクしたり、よかったね。恋もないんだよ、一個も、ね、恋もないし、風俗も誰も提案もしないし、ね、行こうともしないじゃん。しかも水にも泳ぎもしないのね。泳ぎもしないのに、あの海とかの話をしてるんだもんね。鬼の洗濯岩とか見てね、もう洋服着たまま歩いてるから ね、それでも夏を体現できてるわけだからね。楽しかったね。え、やっぱり夏は夏らしいところに行った方が、あとキュンとくるね。これがいいんだ ね、これはね。キュンとくるのがいいんだったら秋でいいじゃん。秋でいいか。もうということで、勝手に観光協会この間行きました宮崎県、はい、とてもあの地鶏がうまいところでございます。はい、あと日本神話で、安西さんが日本神話の中のタジカラオっていう神様に似てるってことまで判明したということで、もうね、そういう民族学的な話もビシビシ出ますからね。はい、ということで、いいですか、いいですよ、聞いてください。勝手に観光協会で、天国に一番近い県宮崎。達也です。ゴルフ、サーフィン、野球に水泳、いろんなスポーツをやる僕ですが、さすがに相撲はやりません。それにしても最近相撲が元気ない。そこでチャレスポが相撲を楽しむポイントを5日間にわたって伝授します。チャレンジスポーツは月曜日から金曜日朝5時スタート。
J-WAVE Golden Time。 すごいですね、相撲の相撲コーナー、新しい決まり手が、新しい決まり手が違うところの番組で映ったんですか。あらあら、いろいろ変わってきたね。まず回しから、まあ、そうですね、ね、取り出してってことだね、ま、そういうことだね。まずまあいや、これらさ、この番組CM 入ってなくてよかったね。スポンサー入ってたらそんなこと言ってた、怒られてたね。よかったよかった、すごい怒られるよね、よかった、はい、よかったよかった、うん。それでは早速参りましょう、はい、こちらのコーナーセクシーゲーム、はい、ということでございまして、南部さんが呼んでいただける、いいですね、まあまあ言えば相田光雄みたいなもんだよね、この格言を持って一生暮らせるじゃないですか、でもし無人島に行ったとしても、はい、そのことを思えばさ、いくらでも膨らますことができるっていうのが青春じゃないですか、ね、いくらでも膨らませることが青春じゃないですか、いくらでも膨らましていく、ね、ね、膨らませなくなりましたよね、だんだん年取ると膨らまなくなりますよ、膨らまなくなりますよね、もう夢も希望もなくなりますからね、だんだん私はもう待ち受け画面のようにテカってたもんですよね、こちら待ち受け画面のようにテカってるって変じゃないんでしょうかね、まあいいんですけどね、はい、はい、そうだ、待ち受け画面で己のペニスを取ってくるコーナーはどうした俺ら、あれ約束破ってる、マニフェスト、うちらのアマトンの制作、待ち受け画面に己のペニスをのスローガンは、そんなもん印象あんの、スローガンはやんないよ、やんないの、そんな、なんで、じゃあ飲み屋で取ろう、後でトイレ行けばいいの、取ればいいだけどね、取らないよ、取ろうよ、なんでそんな待ち受け画面にすんのよ、俺さこの間思い出したんだよ、確かに風呂入った時にほんで綺麗だったから、うん、あ今だとは思ったんだけどすっかり忘れてた、約束は守らないような政治はダメだよ、本当にもう一番ダメだよ、そんなんするしないだろう、いや俺バーンと出されるのかなと思って、印籠みたいに待ち受け画面バーンと出されるのかなと思って忘れてた、忘れてるよ、大人って汚いよ、あそこも汚いくせに、いやいやいや、そんなしないよ、しないの、大人はしないだろう、待ち受け画面に自分の、いやこんなもんですけど、つって、次の店で、はい、次の店でってこの店、この店ってこれ店じゃないけど、この店ではやらないけど、2軒目でちょっとやってみるから、あの撮ってみるから、ちょっと見てよ、 それだったら安西さんもちょっと飲んできたらやりたくなる、いやいや、なんない、前安西さんさ島根県行った時さ、土壌すくいセット買ったじゃないですか、はい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 、ね、土壌すくいの専門家のとこで、あのこうザルとホウカムリとなんか五円玉鼻につけるやつ、はいはいはい、端の方に置いてあったけど、やんないやったらいいよとか言ってたけど、俺がやり始めたらものすごいやりたそうだったもうその後すんげー嬉しそうにやってたじゃん、やっぱりそういうことですから、そういうことじゃないよ、嬉しそうだったじゃん、いやでもチンポが待ち受け紙にしても、それってどうなんですかね、いや別に匂いがあるわけでもない、捕まんじゃないんですか、ゴンドラの中でその待ち受け画面出したら、そうよいしょ、陳列剤じゃないの、やっぱ陳列じゃないの、携帯をだから何個も陳列してみようよ、だから出してるやつこう陳列でで消えそうになったらまたライトピッてつけたらそのどうよ、何のためにわかんないけど、はい、面白いですね、よろしくお願いしますよ、はい、よろしくお願いいたします、それではセクシー系、はい、一発目、めくってご覧ください、なるほど ね、 いいね、大人になるとわかる ね、 いいね、やっぱりね、めくってご覧ください、ね、めくるなんていう表現なかったでしょ、昔ね、そのめくれるなんて思わないもんね、うん、思わない、ね、そんなのめくれるんだよね、でページみたいなやつじゃないか、なんだろう、あのページは、まあ、このページはつまつけてめくるばあさん出たっつうじゃないか、出ちゃうじゃない、出ちゃうよね、あの昔はさ昔はさ、つばつけてさ、ね、よく めくるってすごいそれ嫌だったじゃん、嫌だった、自分のさ、うん、本とかをさ、うん、あの先生とかが、うん、あれだ、このページじゃねえぞって言ってこうやってペンってやってキャッてやるじゃん、うん、もうあもうこの角をもうあの親父のつばついてるって思ったらもうすごい嫌だったよね、嫌だったけど大人になって分かってきたよね、つば、うん、つけてめくるんだっていうのがよく分かってきた、だんだんね指がこうなんちゅうのもういいよ、油っ気がないんだよね、めくりにくいよね。もうなかなか。まあ、めくりすぎちゃうこともあるんだけど、ね。あれってさ、何ページあんの？何ページあんの？1、2、3、4、5、6、7、8ページぐらいじゃない？これでやってみようか。あれ売ってないもんね、本屋さんに。あれ売ってないけど。いやだからこうだったら6ページじゃないの？6ページかな。教師が
表紙毛が生えてんじゃないか。いや、あるよ、意外と。あの表紙変わってんじゃん、あの毛が。意外とあるって、このぐらいはあるでしょ。そんなあるかい。あるだろう。そう、あるじゃろう。あるじゃろう。あるじゃろう、出たね。24ページぐらいだ、今。じゃあ出版できるじゃん、それぐらいあれば。できる、できる。うそ。もう絵本並みだよ、もう。あ、飛び出す絵本とかあるからね。飛び出す絵本だよね。ほんと奥が深いからね。うまいこと言うね、本って呼ぼうね、これからね。本って呼ぼう。ブックって言うもんね。いや、ブックって言うらしいけどね。まあいいんだけどね。誰でしょうか。はい、こちらは、ラジオネーム、ゲッチ島さん。頑張ってるな。頑張ってんな。こんだけ話膨らましてくれたもんね。やっぱ膨れるのがいい。膨らむのがいいよ、やっぱり膨らむのがいい。膨らまして。はい、じゃあ、2発目お願いします。はい、飲み込みは早い方です。なるほどね。なるほどね。途中で止める人いるもんね。グッとね。グッと止めるって、はい、この、なんかこう状況を読む人いるよね、はいはいはい、これは出した方がいいのか、そうそうそう、飲んだ方がいいかみたいなのがあるもんね。こう目でね。うん、目で。それでこう溜めたまんま喋る時もあるでしょ。ああ、はいはいはい。喉麻酔とかしてる時に喋っちゃダメだって言われてんのにね、あれ。あれ、なんでお前、みたいな。あ、なんで若野郎みたいな。なんで若野郎みたいな、あるよね。飲んで若野郎みたいな、あるよね。あるある。飲んで若野郎。飲んだにもかかわらず馬鹿野郎かよ、みたいな話だよね。あるある。飲めばそれだね。なるほどね。そうだね。そうだな。そうだよね。で、こう、飲むと嬉しいみたいな、こう、まあ、相手心って何なんですかね、あれ、あれ。何か、やっぱりこう、うん、こう、何かしてほしいっていう、甘いですかね。他のもんで飲むと嬉しいってあります？最後。あ、なんか、あなたと、まあ、まあ、でも、これ、この番組やらせてもらって、うん、その後、あなたさん、うん、もう結構酔ってきてんのにもかかわらずもう一軒行ってくれるじゃん、うんうん、はいはいはい、飲むと嬉しいよ僕。ああ、飲むとね、飲んでくれてる俺のみたいな感じがする。違うよ、違う それ飲んでるつもりないもん。それ飲んでるつもりないから。あ、それ飲んでるつもりないの。水道の水ジャーって出してやつ飲んでるから。あれ、これからビシッと言った方がいいよね。水割りは水って言っても水道じゃないからね。そうそう、あのね、水割りが水道を使う時には水道水割りって書いてほしいよね。それちょっと値段安くしてほしいよね。水道水割りの場合はちょっと安くしてほしいよね。そりゃそうだ、はい。こんな、これから飲みに行くとこなんですから、こんな言わないわ。はい、もうお願いします。飲み込みは早い方です。はい、こちらはもう、こちらも、うん、ゲッツします。すごい頑張ってんな。頑張ってる、頑張ってんな。ガッツあるな、やっぱり。ゲッツしますさんに本プレゼント。やった、青春の正体プレゼント。ゲッツさん、これもう2つ続いちゃったらしょうがないですよ ね。じゃあ3発目いってみましょう。はい、よろしくお願いします。むせてしまいました。出たね、演技出た、演技出た、出たね。小芝居が出たね。出たね、出たね。この構成うまいね。うまいね。この構成展開あるね。これはね、さっきの続きとも考えられるし、引っかかってることもあるよ。あ、引っかかりがあるときあるでしょ。なんか取っかかりっていうか引っかかりっつうか、なんか話にもあるでしょ。あと話の引っかかりがあるようなんて。引っかかり。え、そう、うえみたいなときあるでしょ。そう。それなかなか奥どんどん入ってくるんだよね、あいつは。あれはどうしたらいいの？あれなんか通販で売ってないの？あれシュッと取れるやつ。なんかダイソンみたいなこう。そうだよね。こう竜巻が起こってシャッと入るみたいなないの？あれ。あのあれでしょ、なんかアルファロメオのマークみたいな、こういうヘビみたいなやつだよね。そう、ヘビみたいなやつ。ヘビみたいなやつだね。どうしたらいいんだ。あれは掴みにくいよね。だからあのマムシみたいに、はいはい、蛇みたいなのがチューって逃げるね、あれ、うん、あれ逃げていくよね。あれは逃げますよ。なんだろうね、あれ。あいつもひょっとしてあのその精神みたいに生きてると勘違いしてんじゃないかな。あ、自分もね、自分も泳げんじゃないか、僕泳いでみるみたいなとこあるんじゃないかな。あいつって意外に、うん、ああやってあのなんか挿し木みたいにできるのかもしれないじゃん。こうひょっとしたら植えとくと、うん、そこで垂れてくるのかもしれないよ。わかんないよね。わかんないよね。だって根毛があんだもんね、うん、あの白いとこあるじゃん、ちっちゃくなんか球根みたいな、うん、あるじゃん。あれがさ、こうやってひょっとしたらあるじゃろうか。あるじゃろう出た。あるじゃろう、あるじゃろう出た。アリエールが出た。アリエール出た。植えとくといいね。うん、あの今ズラの宣伝みたいなやつで、うん、手から毛入るやつあるじゃん、ね、あそこに植えとけばいいじゃん。みんな喜んでやってるじゃん。ね、ボーボーだよね。でちょっとこうやってさ、人に見せたりするとヒコーなんて言うじゃんね。あれでさ、ああいう風にちょっとこう
来たやつないのかね。いいね、いいね。あの、イロハザカみたいになったやつは。いいね。作ってないのかな。そうだよね。あの、キュッキュッっていうの、あれ、イロハザカみたいので、うん、こう手とかに作ってたら、これタトゥーよりすごいぜ。もういいよ。もう。はい。誰ですか。こちら、ラジオネーム、大倉ののりゆきさん。ああ、ありがとうございます。大倉のりゆきさん。いいね、日南海岸の方でしょその人。はいはい、もうそうなんですよ。宮根城の方でしょきっと。二軍宮根城に行けなんて巨人の星で昔ね、宮根城って言ったら必ず行かされたもんですわ。いいですね。はい、あもうちゃんとね、うん、大倉の紀之さん、うん、せっこみながらっていう風に振ってあります。指定ですか。指定ですか。セクシー南部さんのむせ具合に。蜷川幸雄的な指示が出ましたか。はい、なるほど。はい、ラストか残念だな。じゃあ聞いてみましょうか。ラストよろしくお願いします。小沢さん、苦い。なるほどね。小沢さんも来たか。小沢さんか。小沢投手かなと思っちゃった。いやいやいや。あっちの小沢さんか。甘いの方か。甘いでしょ。甘いの方か。なんかこうそういうの話を聞くと、ブーカに売られるぞって言ってドキドキするけどね、いろんな情報ね。怖いぞ今、ね、なんかいろいろあるからな。そうそうそう、怖いぞなんか。うん、怖いです、ね。なるほどね。こちらはですね。うん、有限会社合併、うん、あなるほどね、来ました。まあ3人がペまでやるんですかね。ペまでペまでペもできちゃったね。ペ読んじゃった。いやいや、そうそう、ペじゃないですけど、はい、はい、ということで、というわけでありがとうございました。はい、よろしくお願いしますわ。お願い、もう次週はね、今から送ってても遅くないからね。うん、こんなこと言うのもなんだけど、来週ね、そうだ、今から送ってても全然遅くない。なんかそんな予感がする、うん、そんな予感がする。来週はスペシャルなんじゃないか。なんかスペシャルかな、なんかスペシャル録音かな、なんかスペシャル録音、うん、うん、はい、よろしくお願いします、ね、はい、あのスライダーズ記念みたいなね。そうなんですよね、はい、よろしくお願いします。じゃあ私、うん、曲を、うん、今日ね、あの本木の本木本木本木メルヘンなんて昔あったじゃん。市民球場で、市民球場、何したクレジケンバンドがライブやったんですよ。見に行ったんですか。それをの前に、うん、あのモージョーズって例の、うん、前かけましたけど、うん、ザ・モージョーズがまたやりました、うん、あのチーボーさんっていう方は、うん、僕なんか適当に60歳過ぎてるとか言いましたけども、言ってましたよ、58歳だそうです。それは怒られるわよ、それは怒られる、締められちゃうか。あ、まずいまずい、うん、というわけで、はい、はい、謝りついでに曲をかけようということでございます、はい、黒つや消しのスピードスター聴いてください。
はい、そういうことでございました。ということで、そうですね、曲ね。え、そうですか。そんなことなかったですか。大丈夫ですよ、びっしり聞かせていただきました。はい、よし。というわけで、うん、ちょっとお便りを、はい、どうぞ読んじゃいましょうかね、うん、ラジオネームしらすごはんさん、うん、しらすごはんさん、いつも楽しみにしています。はい、ありがとうございます。家族の眠る中、うん、笑いをこらえる、こらえるのに一苦労です、うんうん、ということは何、一緒の部屋なんだ。川の字になって寝てんの。そうだ、真ん中だ。真ん中だわ。川にするもんね、息子はね、大概ね、真ん中に寝るんでね。そうだ、だから大変だわ。あ、女の子だ。女の子か。9日に娘が1歳になります。うん、ええ、あ、家族って旦那さんだよ。あ、そうか。うん、旦那さん。健やかな成長を願うのは親として当然ですよね。うん、いつか迎える娘の年頃に備え、思春期のバイブルと名高い青春の正体を読ませてください。あ、うまいこと言うね。あげた。あげた。これからも楽しい放送を待っています。うまいことだ。なんかもう、あんまり。聞かないペンネームって大体もうグッズ狙いだね、これね。分かった。大体そういうことだってんですかね。でもたまに旦那がその真ん中に寝ている子供を乗り越えて来るんだろうね。ビーンと来る時あるから、その時は子供をバーンと正面に向けた方がいい。あっち側に、向こう側に、うん、あっち壁に添えた方がいい、うん、ね、きっと乗り越えてくるよ。もうでもそういうの覚えてたりするんだったら面白いのにね。意外とでも分かんないからね、そういうのはね、記憶あるかもしれないから ね、 そうだよね。俺の友達も3人子供いてさ、いつも乗り越えていこうとまだ作ろうとしててさ、乗り越えていこうと思ったら、ね、3人の子供の配置がね、もうバッチリ入れないようにね、城壁みたいに組まれてるらしいから、ね、おー、大変ですよ。それはすごいですね。はい、じゃあ青春の正体読んでくださいよ。よかったら昔の話ですから、うん、はい、というわけでもうガシガシ今日は言ってますね、うん、はい、まだ3冊あります、ね、そうですよね、きっと3冊あると思いますよ。ラブの文庫の方はあと4冊、5冊もあるわ。そうだ、やった、うん、あ、そうだ、はい、グッズあると盛り上がんね。わかりました、うん、あ、そうだ、まあいいや、はい、どうした。違う、さっきゲッツさんにはまああげたから、あげたよ、あと2冊だ。そうか、わかった。それでは次の問題、うん、虫に説教したい。これはしたいよ、もうもうね、秋の虫に、うん、交代してるわけよ。もう夏の8月までだよ、限界。セミとか、あいつカブトムシとか、もう今出てたら笑われるからね。もうあのビームスだってもう千代通り、もうセールでしょ、あんなやつ。もう衣替えだもんね。衣替えするもんね、カブトムシだってね。そりゃ虫キングとか流行ってっけどさ、それでも 50% オフぐらいになってるよ、今。そうなんだよ、うん。いつまでもやってちゃいけないよ ね。はい。早速来ておりますよ、うん。ラジオネーム、ハゲさんから来ております。ハゲさん。虫に説教。うん。誰に説教ですか、今日は。おい、セミ！セミか。やっぱりセミは言われやすいわ。うるさかったから、今年も。そう。うん。目立っちゃうんだよね。目立つね。おい、セミ！うん。家だけには入ってくるな。入ってくるやついる。たまに入ってくるやつある。思いっきり暴れるでしょ。ほいで慌ててやんの、ね、人んち入ってきたのに。慌てんのはこっちだっつうのよな。何慌てちゃって。ほいで出られなくなってやんのものが。バカだよ。コン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 窓ガラスに当たっちゃってさ。あいつはさ、必ずさ、窓から入ってくるとさ、天井の方に行こうとする。そうなんだよ。2階建てだっつうのに、屋根あるっつうのに。バカだな。あの U ターンできないんだよね。あいつ U ターンできない。あいつはね、進路決めたらそのままなんで、1回ぐらい悩めっつうの、進路。バカだよ。という飛ぶからね。バカだよね、あれ。だいたい入ってくるときにちょっとは伺うもんだよね、人んちの様子を。そうだよね。ちょろっと窓側から見ていいですかぐらいな感じで入ってこいよな。そうそう、目的持って入ってこいよ。あいつはだから家っていう概念がないんだよね。もうこう空気のもう空とかと同じだと思って入ってきやがる。バカだよ。だから2次元とか3次元で考えてないんだものを。そうなんだ、バカな、1次元しかないんだあいつ、バカだから。それで入ってきて、誰もいないの、誰もいないの、え、セミいないの、セミいないの、仲間いないのみたいな。慌ててんじゃんあいつ、目がクリクリしてやがんだ。びっくりしてやんだよ、もうボールペンの芯があの先のとこ取れたみたいなやつだろ。クリクリのあれ、びっくりだよね、ボールペンテルみたいなやつ。何やってんだ、いい感じで。もうちゃんと見てこいよ。ほんでさ、かわいそうだからさ、掴んでさ、外に出してやると思うじゃん。また入ってきたんだよ。また来るだろ、また来るだろ、あれ。電車窓じゃねえっつうね。お前の足に何も手紙つけてねえっつうね。バカ。
掴むときさ、ぐっと掴んじゃうからさ、うん、目とか触っちゃうんだよ。閉じとけっつんだよ。黒目出てるまんまじゃねえか、あれ。ちょっと引っ込むんだよね、カニみたいに。ちょっと引っ込むんだよ。ちょっとね、こう、クッてなるんだよね。ほんと、うん、ちょっと一応防備はしてんだ、あいつ。一応、気は使ってるみたいな。あれ、ホコリ入りまくりじゃん、あれ。そうだよね。いや、まぶたあるの？セミの目。ないでしょ、あれ。ない。まつげはないよね。ないよ、あれ。まつげはないよね。ないないない、あいつはもう生まれたらもう目くりっくりのままで開けっぱだよね。開けっぱダメ、あんなもダメ、あれはダメだ。あれ、あ、そうすると外になんかこうガラスのようなこうなんかレンズがついてるのかな、レンズなのかな。あ、レンズは大丈夫なの、元々触っても、うん、中のは大切だ。あ、だからこう今日部屋の中に入ってきて、クーラーとか入ってて、うん、こういきなり気温が変わると、うん、メガネくぼっちゃってんじゃない、あいつ。ちょっと。あれで、影響みたいな。そうそう。あれで曇ってから。セミ行くとこすっかりなしみたいな。なってんのかな、あれ。セミ食うとこすっかりなしみたいになってんのかな。そのコマーシャル。知らないよ。やってねえじゃん。なんであの時アポロ飛行船のこの宇宙服着てたのかすらわかんないわ、影響さんが。なんだあれ。借りられたんだろうね。なるほどね。あのセミはね、ちょっと考えた方がいい。本当だよ。はい、で、続きまして。うん、ラジオネームレッドアローアナさんから来ております。こら誰？カブトムシのメス。カブトムシのあ、坊主っていうやつだ。メスだ。つるっとなってる、はいはいはい。あいつは角もないからね。はいはいはい、安いよあいつは。あいつ友達と交換した時も2匹でメスで1匹オスでギリギリだったから。あんな坊主、ね、うん。坊主って言ってた。坊主って言ってた。坊主って言ってた。つるつるだから。坊さんの坊主って言ってたよ。ね、うん、関西では。こら、カブトムシのメス。うん、そうだそうだ。お前持つところがねえよ。そら持つとかねえ、あれ掴んだら爪で引っ掛けやがって。あら、そこは人間の女と一緒だな。背中はケバケバでお前はベルベットか。そうだ、ベルベットだよ、ね、そうなんだよあいつね、うん、小さい毛いっぱい生えてる、生えてる、お手入れしろって言うんだよ、女だったらちゃんと、せっかくメスなんだからさ、ね、背投げ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 、あれそりゃ相撲取りでも目立つわ、ね、背投げ履いてたら。ほんでここ胸のとこさ、西脇美智子みたいになってもう、こう鍛えたみたいになってるだろ、ね、あれめっちゃめちゃ鍛えてるよね。ボディービルダー好きな男と嫌いな男いるぞ、考えてこい。あれあれは何なんだろうね、あのベルベットみたいになってるのは、うん、こうオスが乗っかってきた時のベッドみたいにこう、あれはストッパーだと僕思ってんだ、うだね、もう一発入ったら、うん、もう抜けないよ、あそこふわっとするんだろうね、きっと乗った気持ちいいんだろう ね高級感出るんだろうね、ペルシャ的なやつ出るね、いいね君の背中だよね絶対、いやもうそれいいね、だから、うん、今回から人間もさ、うん、背中にさベルベットとか引くとさ、バックとかもいいね、そうだよね、それいいね、そうだよ、うん、昔から言うじゃん、よくこうやってベッドでさ、肘とかさ、うん、こういうとことかすりむける、膝とかすりむける、ダメだ、うん、あれダメ、あの膝がすりむけるっていうので、ね、あの先生が、うん、僕膝が専門だっていうから僕は言った時に安西さんは俺は肘だけどなってどんな体取ってるのかすぐ分かったからね、その体が分かるからどこすりむいてるのか、ああいう時にこうサポーターみたいにしてたらどうかな、あのあれ布団の外に出んなってことなんだ、あれほら畳はすりむくんだよ、ね、畳がダメなんだよ、あの米くらい横見てこう、あそうだ、パッとこう、ああいうのしてたらどうかな、してた方がいいな、やっといたらもう、あの郵便局員みたいな黒いやつ手にこうしといた方がいいわ、これそこまでやる気見せてる人はどうかな聞くね、そうだよね、確かにスタンハンセンだってさ、ラリアってなるときそう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 、こうやって見せるもん、こうやって、あれだったら旅館で布団からはみ出してエッチやってもすりむけねえよ、スタンハンセン、あれだったら大丈夫だよ、あれでもそれがムードがあるのかどうかってことだよねだから背中にベルベットって新しい、これはものすごい新しいかもしれない、これは新しいね、だって普通下でさ書道やるときだってさ、ビニールぐらい引くだろ、引くね、だって汚れちゃ嫌じゃん、しゅんでくるからね、あと危ないね、危ないよねそうだよね、だからあれどうしてます、こう腹でも背中でもいいんですけど、うんうん、ピューっていくとするじゃないですか、はい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 、ピューと、はい、すぐもう離れるんですか、あこれどうなってますか、この問題は離れといた方がいいでしょうね、あもう危険物みたいな感じでバッと離れますか、危ないでしょう、己が大さにもかかわらずですか、避けるんじゃないですかね、まずあやばいっていうところがいいですか、なんで避けるんですかね、僕はねベチャーっとひっつくタイプで、あでね、ありますね、何もなかったようにしちゃうんですね、もうねベチャーってひっついて、はい、もう体グニグニってやってやるんですよ毛穴からこう浸透するみたいな、なるほど、バンテリンが効くみたいなやつあるじゃないですか、ビリビリって、ありますこれはイメージ図ですって書いてあるやつあんな感じ、あんな感じ染み込ませたんだ、これこうニュニュ
ュンニュンってやって、ほんでそれからあれずっとそのまましてると、はい、もうひっつきますよ。くっつきますよね。くっつきます。多分くっつきます。あれ大和乗りぐらいの威力ありますから。そうですよね。ありますよね。くっつきます。それも新しいですね。いや新しいから。トンボじゃないんだから離れてくださいよ早く。もうお願いしますよ。はい、よかったな。はい。先生ラジオネーム、アフロの中に小鳥さん。ビシッと言ってくださったよ。もう新説教。こらか。かが。もうそろそろやばいよかも。もうシーズンオフだよ。ね、大丈夫か。刺すなら堂々と腕とか足を差し上がれ。そらそうだ、わかるわかる。なんでわざわざ足の小指とか耳の裏を刺すんだ。あれはかゆい。耳が好きだね、あいつ。あれバカでしょ。あんなとこ耳元来なかったら、いるってわかんねえのよね。ブーンとか言いやがってさ。何やってんの。それも夜中に来るんだよね。夜中来る。あんな暗いんだからさ。走路と来いよ。暗いんだから耳のとこに来たら、うん、バレちゃうじゃんね。ここで聞こえてるってまだ学習してないんだよ。だ人間はこの耳っていうのがあるっていうのを知らないんだよ、あれ。教えてやれよ、あんなとこ。あそこがね、また、ね、美味しいのがね、耳多分、こういうとこだ。ここよくやりやがんね、あれ。ね、やりやがんね、ここ。足のさ、小指とかさ、手の指のさ、甲とか、かいね、あれ。なんで小指のこういうとこ刺すんだろうね。それはやっぱり、中野学校みたいなのがあってさ、うん、そこで、教員の科がさ、ここがうまいとかやっぱ言ってくんじゃないの。だって、初めて出てくんのにさ、うん、あそこって分かんないもんね、うまいとこ。ね、いろいろ指してるうちにここがうまいって思うんだよね。っていうことになったの。だんだんグルメは。グルメはね。そうだろうね。グルメはうまいって。人歩ささってことね。それね。あるでしょ。ない。ないかい、うん、それを、僕、当時、飯島かおるっていう。飯島かおるさんは、カメラマンの人だよ、うん。シュッとした人が。シュッとしてるじゃん。あの人がなんか、彼女だったの。刺されたことがあるらしくって。おしゃれな虎とかいう雑誌作ってた人じゃん。それで、その刺された経験を漫画にしろって言って、俺に絵コンで書いて持ってきたんだから。なんで人に任すかね。自分で書きゃいいじゃん。その絵がまたまたすごいいい絵だったのよ。もう本当にトイレの落書きのような、いい絵だったんで、もう書けなくなっちゃったのよ、俺は。それは、棒の方ですか。ヤブから棒の方。棒の方でしたね。ヤブから棒。うん。ヤブから棒。それだからこうちょうどこうなんか、うん、お互いに裸になった時に、カノモンジロウっていうやつが。カノモンジロウ。ああ、その漫画によるとね、はい、カノモンジロウ。カノモンジロウが来て、うん、それでこうちょっと刺すんですよ。うんうん、そうするとだんだん腫れてきて、うん、でいいわっていうっていう漫画なんだけどさ。もう落ち読めてたもん。落ち読めてたけど、でもあんな時にさ。うん、シャッとこう真ん中に入るわけよあいつ。そうだ、危ないじゃん、まあ、ベタッと潰されちゃうかもしんないぞあれ。割とさ、うん、動いてる部分だよねあそこ、うん、ものすごい動いてる部分に、ね、パッとひっついて、うん、動いてるのにやろうとするでしょ。そうだよね、実装とするでしょ。もうちょっとじっとしてるとこでいいじゃ ん、 なんか何もこんなブラブラしてるとことかじゃなくていいよ ね、 ね、そんな一番陽光炉じゃんあそこ、うん、あそこターミネーターだって溶けちゃうぜ最後で、グッとなんてやって沈んでいくとこじゃない。カモ最後グッとってやって沈んでいくのかな。こういややっぱり、ね、どうなるんですか。どうなんですか。そこ刺されるとめっちゃくちゃ痒いですよ。で、金管の時代でしたから俺ら。川ですよね、もちろん川です、はい、めっちゃ痒いですよあそこ。僕ね、先なんですよ俺は。うわ、それもね、ここだけははっきりしておきたいんですけどね、うん、皮余ってるわけですよ俺。そのね、皮のとこちょっと剥いた時に刺したとしか思えないんですよ。だっていつもは鉛筆ケースに入れてんだもん俺。あ、そんな時にですよ。いわゆるこう裏地だね。裏地刺されたんですか。これは痛いね。敏感じゃないですか。ピクピクしましたあれは。もう異常ですって書いてあるんですかね。もう結構ですもん。もう結構ですよね、はい、もう曲いってくださいっていうことで、はい、ということで、はい、あ、これ、はい、あれですわ、さっきまたなんかコマーシャルとかで、うん、T-Rex とかよく使ってんだろ、なんだこれ、なんだか、とりあえず T-Rex 使っとけばいいと思ってるだろみんな、ゲリドンね、それも違うバージョンのやつだよ、うん、あのパワーステーションの、そうだパワーステーションの、まあ、あん時もパワーステーションが出た時も、ね、何カバーしてやがんだって思ったもんですよ ね、 ね、俺らはね、うん、何やってもともとがいいのにね、うん、ロバートパーマーでしたっけね、そうそう、ね、なんか女のスーツ軍団みたいな従いやがってさ、うん、ね、あれこそレオンですよね、そうそう、持ってやがってと思って腹立ったね、あの時ね、ちょい悪ですよね、あれちょい悪センスね、腹立ったエレクトリックウォリアーってアルバムですわ、はいはいはい、昔は帯がついてて、
電気の武者って書いてあった。どんな世界だと思った。まあでも直訳したんでしょうね。すごい役だよ ね。電気の武者だもんね。うん、エレクトリックウォリアーの一曲目で、まあもう僕ね高校1年ぐらいだったと思いますけど、一、うん、曲目からね。うんタイトルから流行ってたんだこれ、うん、マンボさんっていうの、うん、マンボさんよくって笑ったもんですよ聞いてくださいT-Rexでマンボさん命かけてと誓った日から素敵な思い出 J-WAVE 山口智一の DR2 マンデー毎週月曜日深夜2時から生放送Saturday night, June Miura and Hajime Anzai, 81.3 J-Wave Golden Time. Inochi kakete to, 何かけてんだ？そうそうそう、はい、何をかけるのよみたいなね。ね。目つぶっとけばよかった。でもこれさ、命かけてとって歌うじゃん、はい。これ結婚式でもよく歌ってる人いるけどさ。あの時の感動はもう蘇らないみたいなこと言うんだよ。これ分かれてんだよ。ねえ、俺前からこの歌といちご白書のその就職が決まって髪を切ってきた時っていうのもおかしいよね。就職前に切るんだよ、それね。これみんなで歌えるからなんだよ、なんとなく。いだちかけて。ほんで、お互いなんか美しいと言った花も今はもう言わないんでしょ？そうだダメじゃんね、そうなんじゃねと思ってたんだ前から。中国でちょっとお便りを、うん、ラジオネーム、あみきちさん。あみきちさん。はい、こんばんは。こんばんは。楽しく聞いています、うん、お二人のこの夏の一番の思い出は何ですか。リクエストはオレンジレンジのお願いセニョリータをお願いします、うん、かかりません残念ながら残念ながら、ね、うん、かかりませんかかきちゃいましたからね、はい、そうですよね。命かけてなんでオレンジレンジリクエストしてさあの素晴らしい愛をもう一度聞かされてんのかっていうのはね、まあ、その世代ギャップですわな。この夏一番の思い出は何ですか。いや一番って言われるときついね。いややっぱりふーたくん見に行ったぐらいですね俺の唯一楽しかった思い出はふーたくんを一人で見に行ったぐらいですわ。安田さんは何ですか。今年の夏の思い出ですか、はい、うん、思い出は何だろうな。ないですね。ないって寂しいじゃないですか。いやあるはずですよ。 あるんですか。考えておきます、はい、思い出したら言ってください、はい、いきなり言ってください、はい、お願いします。ラジオネーム、にゃほにゃほ、たまくろうさん。頼むよ。今、お母さんが起きてきて、何聞いてんの、早く寝なって言われました。言われてしまいました。お母さん、マンボッサン。バー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 、マンボッサン。ジャガーさん、マンボッサン。お母さんのマンボッサン。内容は聞こえてませんようにと。祈っています。あもういいっすね。お母さんだってさ、お母さんだ。今は職業柄はお母さんだけどさ、ね、いろいろあったんだよ、お母さんだってね。あったんだよね。俺らも泣いた日だってあったよ、うん、もね、あったよ、あったよ。なんも電話ボックスで泣いてさ、ね、おしっこしたくなってさ、電話ボックスに隠れて、昔はね見えなかったから電話ボックスが中でおしっこしたくなるよ。そらのぐそだってあると思うよ、お母さん絶対めくったことだってあるよ。あるよ、4ページ目ぐらいでいいかなって。お母さんもあるよそりゃ。お母さんだってあるよそりゃ。この2つのお便り、うん、の方にはもしあれだったらプレゼントしてあげてくださいよ。そうですね、あのこのオレンジレンジかけられないし、うん、お母さん、お母さんにラブ、はい、置くとかな、お母さんにラ ブ、はい、ラブの文庫本、はい、でこの人に青春の正体、はい、もう終わりかなこれで、うん、もうこれで終わりですね、はい、いやまだあったか、後で教えて、ね、まだありますよ、はい、はいはい、というわけで、うん、じゃあもう早速、あそうか、ここに分かりました早速参ってもよろしいでございましょうか。じゃあぜひとも、さっきお母さんは誰でしたっけ、はい、お母さんにゃほ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 玉九郎さん、ほたにゃほにゃほ玉九郎さん、はい、お母さんも一緒に聞いてください、はい、ぜひとも、お母さんもぜひお母さん の、はい、あの耳のそばに、はい、ラジオを置いてもらって、ほんでお母さんも今冷蔵庫からバイオリス2本持ってきて息子さんと2本ポンポンと開けて飲んでくださいよ、これ聞きながらね、はい、気な感じになりますんで、それでは参りましょうセクシードドイツ、はい、ということでございます。セクシードドイツ、うならしていただきます、はい、ゲッツイシマスさんのセクシードドイツから紹介させていただきたいと思います。お母さん聞いててくださいね
パオスパオね、うん、宣伝がいいんだよ、クーってなるの。大食いしている山田優、すっごい口頬張んで、こんな膨れ顔がパンパンに膨らんで、おっとそれはあなたのキャン玉袋。お母さんお母さんどう思いますこんなの。このどう思います山田優さんちゃんも、ね、この顔がパンパンに膨らんで、うん、右左に分かれてるっていうのは、うんうん、久本雅美の話だからね、これ。久本ちゃんの話出なくなったっていうね、あの愛されようと思って頑張ってキャン玉膨らんだところもう膨んだところえずくぐらい出なかったってやつね。あれ面白かったけど、ね、何の話本当面白いよね。うん、最近トントンその話テレビで聞いてないから寂しい、しないよ、もういいじゃないですかその話させなくたって。はい、ということでさあ次でございます。さすがだな、はい、パンチョ丸見えさんのセクシーロドです。選挙戦真っ盛りですからね、本当に。朝から晩まで選挙か。そう選挙か。やってくださいよ、選挙は。ウグイス女王が握ってる。おっと、それはあなたのキャン玉袋。懐かしい。懐かしい。ようやくノックさん。懐かしい。懐かしい。懐かしい。懐かしかった。ねえ、人間。握ったっちゅうのよ、もう本当に。白手袋だったらいいんだよね。そうだね、はい、白手袋。大切に扱わなきゃならないからね。あの、貴金属と同じでございます。同じでございますからね。もう鑑定するのかと思っちゃうよね。あの白手袋を見ると。ね、こう、肩袋をね、こうやって、ね、白手袋でね。そうですね。次は、ラジオネーム、大倉の則之さんからのセクシードドイツ。地球博。はい、地球博ね、やっとますね。売れ残ってる物産品。なんかちょっと安くなってるって噂じゃないですか。在庫一層福袋。おっと、それはあなたのキャン玉袋。アフリカ感出てた。出てた。出てた。福袋。オーストラリアだ。オーストラリアが考えるんだけどね。かというな、これ。とか言いながら探してんだけど。さあ、次はですね。はい、あ、またゲッツさんだ。ゲッツさんのセクシードドイツ聞いてください。マラソンの。丸山弁護士肩車。ああ、見た見た見た。やってたやってた。北村弁護士の頭の上に。おっと、それはあなたのキャン玉袋。合ってる。ぴったり。これはもう状況をそのまま、そのままにいいね。歌に読み込んだってことですね。この届いていいね。あららぎ派でございますね、これは、ね。確かにあの時に、北村さん、グイッと、うん、頭をグイッとやったんで。あ、グイッとやった。一瞬ちょっと痛そうだ。せっかく走ってきたのに、北村コーンでやられて、胸痛いですもんね。れてそうですよね。こいつかこいつか後頭部でやってたでしょ。こいつが一緒に走ってきたやつかみたいなね。こいつマラソンもパンツ履いてないと男って走れないよね、きっとね。きっと走れないよね。あのよくさ、長い距離走ると、例えば普通の靴だって靴ずれとかするんじゃないですか。あ、ありますね。みんなそういうので痛んだりするんじゃないですか。またずれってのもありますね。またずれってあるでしょ。ありますあります。中古ではまたずれになってたりするんじゃないの。言わないだけですよ、ね、言わないだけかな、映んないだけかな。4ページぐらいの人も結構なると思うよ。ページ稼いでる人、ページ稼いでる人はね、うん、ページ1の人は大変だよ。はい、気をつけてください。はい、ということで有限会社合杯さんのセクシードダイツ、うん、階段版です、うん、体中怖いね、なんか
東京を書かれた宝一の耳をぼれもぎとったおっと俺はあなたのギャン玉袋あそこはどうなったんですかねこれ書いたんですよ。これどうなんですよ。やっぱ書いたんです。書いたんですよもう。誰が書いたんですか。自分。己でしたっけあれ。お坊さんがなんか書いてやったんじゃなかったですか。お坊さんが書いてあげるんですか。うん、お坊さんが。高一の。高一の師匠がなんか書いたんじゃなかったですか。ということは裏もこうめくったっていうことですかね。多分。アナローヒを行かれたってことですかね。行ったんじゃないですかね。行くしかないですよね。いやだって捉えちゃいますから。そうですよね。まず一番先にそこ書いたかもね。あ最初ね、ちょっとホモでね、うん、やめてくださいよお嬢さんやめてくださいよみたいななぜだかわかんないねこれそこは後でいいこういつも身をよじったっつじゃんおいおいじいさん大きくなってきたぞそうだよね小さい時に書いて大きくなってまた縮んじゃうと亡霊来ちゃうもんねそこ取っちゃうもんね読めないぞなんて言ってねお経はそうだよね書かなきゃいけないよ ね、 そうですよね危ないもんもうそこ持ってかれたら大変ですよちょっと変わっちゃうもんね性格そうですよねじゃあ次はねもうちょっと再利しましょうかおじじさんからのセクシードです病室で病室で何がありますかじいちゃん既得でつけている命を維持する呼吸マスクおっとそれはあなたのキャン玉袋って死んじゃうってそんなことしたら死んじゃうってもう俺はダメだよ氷のぐらいだったらわかるけど確かにねスーソースーソーってなってるよあれなんかスーソースーソーってなってる確かになってなってるダメだよこれはダメ医療ミスになっちゃうから気をつけた方がいいこれは気持ちいいかもしれないけどねはいそういうことで、はい、セクシードレスのコーナーでした編集長はいありがとうございますんでは、曲言いましょうかどうぞ、これ三浦君が前持ってきてかかんなかったんですよフェイセスですねフェイセスのやついいねロッド・スチュワートロンウッドロンウッドと、ねこれは BBC の、ライブバージョンでございますいいねフェイセス、はい、フェイセスってさ顔立ちってことは顔立ちって、まあ、顔立ちさんなんかいいまあなんちゅうの顔立ちイメージみたいなああそういう意味のがあるのかねいろいろそんなあるじゃないですかなるほどなるほど、うん、なんか顔役みたいな顔役かよくわかんないですけどね、ミス・ジュディーズ・ファーム
ういう確かにこういうノリが少なくなったね。ルーズな感じの、ね、ルーズな人いなくなったね。やっぱりブライみたいな人がいなくなったからだね。そうだろうな。もうちょっと無責任に生きていかないとね。なんかね、もうやっぱり一番最初にライブ見た時にみんながもう酒飲んで出てきてるっていうのがすごかった。あ、だから僕らもそうしてたんだけどね。怒られたんだよね。怒られるんだよね、やっぱりね。だからフェイセスとかはストーンと真似だったんだけどね。分かってもらえずだからさ。野坂さんとかね、アイスの真似。真面目にって言われるんだよね。今とんと聞かなくなったね、酒飲んで何人出るとかね。はい。というわけで、ラジオネーム、もっともっとぶってさんから。もっともっとぶってさん、ありがとうございます。私は、うん、私は、伊藤美咲に似ています。いいね。三浦さん愛しています。うん、私にも本ください。いやいやいや、もう分かるわ。いいじゃん。伊藤美咲に似てるんですよ。これはもう愛してます。これ ラブだ。ラブの文庫本ドーン。やもう今年の夏最後だ。景気いいね。景気よ、もう、うん、はい、ありがとうございます。はい、それでは、うん、こちら参りましょうか。はい、どうぞ。よろしいでしょうか。うん、ダメ、絶対にレオンの置きましょう。まあそんな俺らが心配することもないけども、もしかしてこんなとこに置いてあったら、うん、台無しじゃないですか。そうなんです。これは良くない。せっかくの、ね、イメージが ね、あのかっこいいね、ちょい悪なイメージが台無しになるとこは、うん、ここは下げてくれっていうことの置き場所を、はい、皆さんにお聞きしております。よろしくお願いします。はい、まずはこんなお便りから。うん、ラジオネームどんまい翔平さんから。うん、どんまい翔平さん、ありがとうございます。昨日広島から出馬するホリエモンと握手しました。あら、よかったですね。ぴっちりしたシャツを着ているのが、うん、ちょい悪親父なら、うん、ホリエモンもちょい悪ですね。あ、ピッチリした。僕も今月誕生日なのでタトゥーの内輪以外のものをください。タトゥーの内輪2枚。以外のものって言ってんじゃん。以外のものって言ってんじゃないですか。ないもん、それ以外のもんはもう。いや、あるよ、本はある。本あげるか。よし、あげとこう。どんまい翔平さんも読んでくれよ。本当読むか。文化キーのとこだね。よし、わかりました。じゃあ、あと何冊なんだろう。あとね、3冊ぐらいになりましたね。ラブの文庫本送ってきますね、どんまい翔平さんには。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では参りましょう。レモンの置き場所、どこでしょうか。ラジオネーム、ゲッツシマさん。ゲッツシマさん、頑張ってる。マッチョな、マッチョな草野仁が、うん、電話帳代わりにレオンを破くのはダメダメ。なるほど。草野さん、なんか事件があったの昨今。なんか妙にそういうこと出てない。急に出始めたでしょ。そうだよね。そういうやり口。見た口じゃないでしょあれ。体が出来上がったんじゃないですか、ね。ああ、完成したんだ。お披露目発見の、うんうん、間育ててたのかな。うん、ずっと。やってたでしょ。なるほどなるほど、そういうことか。そうだよね、ああいう鍛えてる人って、うん、ここ一番に出すもんね。そうなんだ。家庭を見せていってもしょうがないもんね、やっぱりね。見せたいんだってね。あ、ほんで見せたいしさ、必ず触らすね。そうだよね。ちょっと触ってみんとかって言うね。うん。品川庄司さんたちも出すようになったね。そうだね、確かに品川庄司さん出してる。あの人たちも随分やっぱり出すんだよね。見せたくなる。俺もたまにほら、あの鍛えてる出すね。出すじゃないですか。出す出す。よく鍛えてるから俺。よく鍛えてるから。おしゃれなお店とか行くと出してるね。あれ。結果見てほしいから鍛えてる。しまっといてほしいんだよね、あれ。グッと閉まってるでしょ、俺の。グッと閉まってる。いや、なんか黒く塗ってあるから、そう見えるだけで。あ、そうですか。ラジオネーム、モニアさん。モニアさん。モニアさん。ありがとうございます。レオン乗りましょう。うん。伸びた足の爪を切るときに、ティッシュの代わりに床に引く。わかるだろ、わかるやろ。わかるだろ。わかるだろ。うちの親父はいつも応接まで切るのが好きだったから。必ず日曜日応接間に座って、はいはい。爪をやってるんですよ、足の爪をやってるんだけども、誰一人来ないんだ、うちの応接間。だから爪切り部屋って呼ばれてて、あんまりね、友達いなかったの、うちの親父。会社の人も断然来ないしさ、とりあえず広げて爪切って、それを今の方に持って捨ててるだけの部屋だったから、誰も踏み入れなかったよね、爪切り部屋でしたけどね。それはダメダメ。それ、今、爪が飛ばないようになってるけども、はいはいはい、中に、ね、たまに飛ぶから、あれ中でから出てくるの？出てきますから、たくさん詰まると出てきますから、こういう雑誌、レオンとかの雑誌の、こう、閉じ込みっていうかね、あそこにクッと入るから、あれ取れないですよ、なかなか。あれ取れない、取れない。ね、あれ取れない。そのページばっかりよく開くようになっちゃう。そうそうそう、爪でね。しおりかな、みたいなね、爪がね。で、また親指の爪が黄色くて汚ねえだろ、親父のは。でかいんだよね。でかいね。あれ食えんじゃねえかなと思うぐらいでかいよね、あれ。でかいね。あれは臭いわ。あれどうしてる、爪のさ、爪のこう、重要なこと言おうとしてる。
エッジって何？親指のこう橋、うん、あそこって切りにくくない？切りにくい、切りにくい。あれ割とちょっと命がけでしょ。あそこめくるよね、ちょっと。めくるよ、もちろんめくる。めくっていかないと挟んじゃうからね。うん、めくってちょっとしなしとしてさ、ちょっとこう上に向けて切るでしょ。ね、そうしないと身切るでしょあれ。危ない。あれやばい。でクッとなってるじゃん、なんかこう。そうあのホチキスみたいになってんじゃ なってんだよ。あそこはどうしてんの？ほんであそこで白い臭いやつが出るんで、そうなんだよ。あそこいいの出てるでしょ。あそこある程度行ってからこうキュッともうなんかこう引っ張って剥がすしかないね。ないよね。なんで爪の切り方やってんだよね。いやあれは甘栗の剥き方と同じようにちゃんと切り方を教えてもらったことないよね。ないんだよね。ね。ほんでそんなに綺麗に切れる、うん、あの爪切りってないよね。おいでなんか通販生活でも乗ってねえよ。先がさ三角になったペンチみたいになってるやつがあるよ。あるあれで行くのか。あれで行くみたいなんだよね。あれで抜くみたいに行くの。あれであのこうグイッとこう差し込むんじゃないの。うわ痛えなあ、それ痛えなあ。絶対よ。重要な話出たね今日。すごい重要な話。全然役に立たないけどね。はい、あの匂いはみんなで一緒でしょ、あの白いやつは。多分ね。ね、全員一緒だよ、ね。人のは嗅いだことある。え？人のは嗅いだことない。ないよね。あ、嗅いだことある？ないない。自分のであの目一杯なんだから。俺も無理だと思う。一杯だ俺。もうシャラポワだってあの匂いだよね。でしょう。多分そうだよね。スポーツ選手ならもっとすごいでしょ。もっとすごいよね、シャラポワだってね。やっぱりシャラポワだってね。うん、ダブルバット滑るからね。ね、うん。ダブルバット滑る。うん、続きまして、はいよ、読んでおきましょう、うん、ラジオネームゲッツいきます、うん、元気だね今日ゲッツさん。ゲッツさん元気、福袋の中にレオンがあったらダメ、うん、ダメこれダメこれはダメだよこれこれはダメ、うん、確かにちょっとずっしり重さ出るけど、ね、出るけどね、ダメダメこれはダメダメ、うん、ね、うん、あとこうなんかあの T シャツとかくるんであったらダメだよね。あーダメ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 、まず水に濡れたらダメだからレオンは分厚くなっちゃうからダメだ。これいきます。以上ですか。はい、あ以上です。先生以上。わかりました。ありがとうございます。もう終わりですね。終わりですよ。わかりました。曲でもかけておきましょう。お願いしますよ。あのローリングストーンズ。お久しぶりに新譜出しましたわ。いいんですよ。あ本当。僕ね確かに好きですけども、はいはいはい、ブードゥーラウンジの辺からそんなにたくさん聴かなくなってた。うん、やっぱりあの新譜出るたびには買ってましたよ。昔みたいは聴かなくなったんですよね。ミックのソロだってキースのソロだって買ってましたけど、まあまあなんか。贅沢になったんでしょうかね。昔みたいには一緒に聞かなくなってたところ、あとちょっと、うん、ミックのソロがそれほど面白くなかったんで、言いませんよ僕そんなこと。ファンの人もいるだろうし、僕もソロコンサート見に行きましたから、うん、日本僕も言いましたよ、うん、もちろんストーンズの方がいいよかった ね、全然よかった。言いませんよ、いや言いませんよそれ、はい、ほんでローリングストーンズが久しぶりに新聞出して、またこれがね困ったことにね、はい、タイトルがね、うん、ビガーズバンって言うんだ。これまずいんだよ、これ。方形矯正パンツっていうのがね、ビガーパンツって言うんだよ。俺らの世代はピンときたビガーバンはまずい、ビッガーって、ちょっと思った。ビッガーバンなの？ビッガーだからでかいでしょ。ビッガーバーンって弾けるバーンだったんだけど、ビガーパンツっていうのがあったのよ。あの、おかんが買ってくるような、童貞パンツみたいなやつが、こう、ニュッと向けるようになってるわけよ。あ、向いて出しとくみたいな。出しとくみたいな。それビガーパンツっつって、うんうん、俺の友達のビチっていうのも買って、うんうん、バカにされたビガーパンツっていうのがあるわけですよ、うんうん、今度のストーンズのタイトルビガーパンって言うから、うんうん、ピーンと後継者はピーンとくるんだ。ボケてるやつは誰も気がつかないよこのタイトル、誰も気がつかない、ね、後継者には後継者にもねもうピーンときたんだけど、いいんですよ今回すごいいいと思った。で初っ端からメインストリートのならず者ぐらいな時代な感じきた。かっこいい。えブラス入れてあんの。ブラスはこの曲入ってないかもしれないけども、一曲目聴いてくださいよ。ラフジャスティスってこれいいから、ちょっとぜひとも、ローリングストーンズです。J-Wave Golden Time。はい、そういうことで、ローリングストーンズ。ストーンズ平均年齢62歳。売ってんの？売ってる売ってる。日本版売ってるよ。あの書いたんですよ、なんかあ、そうなんだ、うん、ちょっと書いたんですけども、あの T-Rex さっきかけたけど、マーク・ボラン30前に死んだ、うん、やっぱり昔はロックはね、うん、30前に死ぬもんだってことで、俺も死ぬぞって決めてたんだけど、生きちゃってな、しょうがねえもん。でもね、ストーンズこういうことができるんだ、こういうことができるんだもん。まだロックはね、ストーンズとかボブ・ディランが死なない限り続くからね。そうだよね、ロックは死なずって感じだもん、うん、ね、この人たちがいる限り死なないってことだからね。ジャケットもかっこいいね、これかっこいいよ、もうね、
怪物だからね。すごいね。すごいすごい。ああでもなんか意味的には昔戻ったね。うん、戻ったね。いい感じ。すごくいい。来年来るらしいよ。はい、うん、見に行こう。はい。ラジオネームゆうきさんから来ております。皆、うん、さんこんばんは。こんばんは。昨日テレビで見たんですが、うん、何を？セミは食べられるらしいですよ。ああ。よく焼いて食べると。うまいの。鶏肉とエビの味がするらしい。鶏肉とエビって微妙だね、はい、その違いが。ちなみにメスの方が美味しいらしいです。あ、本当。なんか本をください。もうちょっとした情報で本が欲しくて。いいなあ、もうそう悩んで。あげとく、あげとく。まだあるのかな。あるある。あと2つある。これあります？きっとあるよね。ラブあるよね。じゃあラブの文庫本あげときます。読んでくださいね。メダンゼさん、売るなよ、ブックオフにすぐ。頼むぞ。こんなん文庫本なんて大して売れないからね。ラジオネーム、うん、味噌汁観音さん、うん、長いこと独身生活を楽しんできました。うん、年下の彼の勢いに押されて結婚することになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。愛ってなんだろう、いまだに考えている私に、三浦さんの著書ラブをください。うまいね。うまい。みんな帯分でもいいぐらいだ ね。俺文庫の帯に入れたかった。これあげましょう。ラブまだあるんですかね。ありますよね、きっとね。もうそれもうあと1冊ぐらいですよ、きっと。大丈夫です、あげます。この人ね、はい、味噌汁観音さん。なんで俺がカウントしてんだか分かんないですね。ありがとうございますね。スコンと持ってくれるよ、はい、というわけでございまして、うん、あと1冊でございますよ、うん、あと1冊ですか。本はもう全部であと1冊ですか。はい、そうですね。え、何何、そうそう、青春、あ、青春の正体、あと一冊。はい、どうぞ。いや、わかりました。うん、それではこのコーナー参りましょうか。どうぞ。こんなようだ、いやだ。忘れたね、このコーナー。よし、最後やろうか。うん、どんな妖怪が出ましたか。もうこの妖怪ですね。妖怪、うん、そっちのけ。そっちのけ。そっちのけですよ。何か起こるんだけど、そっちのけで頑張るんですかね。なんかやるのかな、その。わかんないですね、これ。それかそっちのけだったりするね。そっちのけですか。そっちのけ、あっちのけ、上のけじゃなくてそっちのけみたいな。面白いです。そっちのけ。そっちの方が面白い場合どうします？そうだ、読んだ後。読んだ、どうしようか。やばいで、ね、プロ野球珍プレー好プレーによく出没するカップル妖怪。うん、野球観戦なんかそっちのけで。うん、イチャイチャキスしてるだけ、周りを不快にさせ困った妖怪。パリーグが多いね、これね。うん、パリーグ、ね、でも最近まんべんなく入ってるね。ああ、そうだね、野球って。野球ね、うん、野球もそっか、まんべんなく入ってる。ほら、野球なんか今大変なの、うん、知らないけど、うん、大変だよ。やっぱり星野さんはだってあれだよ。これはよくわかんない。本当？いやいや、俺星野監督、車乗るからさ、車ってタクシー利用させてもらってるんで、うん、振られるんですよ、よく、うん、大変だね今野球と、うん、言うでしょ。ドキッとするわけですよ、うん、うわ、もう本当ね、修羅場ですねって今日言ったんだ。なんかとりあえず出ておこうと思って。修羅場、修羅場でしょ。大体合ってるでしょ。大体合ってるでしょ。修羅場だよ、ね、あのね、もうだって修羅場の今そうですよ。だって巨人と阪神って言ったら、うん、もう大変じゃないですか。今までライバルチームですよ。がどうしたんですか。それはそれの相手の監督がチームのなんか SD とかっていうポジションなんですよ、今星野さんって。なんか星野さん、うん、その中日の、はい、中日阪神のなんかやってるんですよ、うん、そんなのにかかわらず監督に呼ぼうとしてるんですよ、巨人。で、決まったんですか。いや、それは星野選一っていう人は、帰り車乗るから俺、星野選一っていう人はすごいいい人じゃないですか、うん、でもう言ってみればもう数少ないもう野球界の財産みたいな人ですよ。そうですよ。その人が、まあ、星野さんの千六でしょ。そうそう、千六知ってますよ、千六知ってますよ。これもう、あの、体調が悪いっちゅうんで、はい、それで監督を辞めたわけですよ。はい、なのに。優勝もして。それで、なのに、もうまた監督やるんじゃ、なんだったのって話にもなるだろうし、はいはい、それ以前に、うん、断ってたらかっこいいじゃないですか。阪神のために。今日、運転手さんもそう言った。うん、断った。俺、誰の名前がわからないんで、断った方がいいんだよなって。え、なんて言ったの？そしたら。いや、もう本当崖っぷちですね。本当崖っぷちですよ。2回言ったよ。本当崖っぷちですよ。そうだよ。いや、ここで男はあげたんだよね。そりゃそうだよね。ここで断っときゃね。うん。で、帰りのタクシーは何て言えばいいですか、これ。帰りのタクシーですか。その運転手さん。ここが関ヶ原だぐらい言った方がいいですか。俺、関ヶ原ぐらいで通るでしょ、大体。関ヶ原いいね、うんうん、あとここが天王山だ。天王山だ。それだ天王ザイルじゃない、ね、天王ザイル、天王さんの方だ。天王さん言っとく。分かった。ラジオネーム、うん、ハゲさんから。ハゲさんから妖怪ありがとうございます。
妖怪、うん、カタパッド。はは、昔星野智子とかねよくしてた、あのアナウンサーともよくしてた、カタパッド入れてた ね, ね、はいはい、主に生島博士に取り付いているカタパッド妖怪。うん、あれショルダーが引っかからないよ、あの人。生島博士さんはあの気仙沼出身なんでね。生島博士さんね。気仙沼出身だよね。博士はあっこから名前つけたんだよね。生島博士さんからね。もうそれしか情報ありません。以上です。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、コマーシャルに参りましょうということで。どうぞ。はいよ。じゃあなんかお便りとか、うん、読みましょうか。読んでまいりましょうか、うん、ね、お願いします。いただいております。ラジオネーム妄想職人さん、うん、妄想職人さんありがとうございます。ありがとうございます、うん、生きてる中で一番最高なプレゼントをもらいました。あ、もうあげたのこの人。はい、ヤフオクなんかで売りません。大切にして。だってサイン入れといたもん。思います。うん、じゃあ俺ね、この人にはあ、これあ、うん、げた人だよね。そうそうそう。じゃあ妄想職人様へって書いておくから絶対売れないようにしておこう。俺の初単行本谷何年推しがオークションに出てて、恵比寿義和様へ三浦淳って書いてあるのが出てました。誰も買ってなかった。それ売んなよ、あんなとこで。やめてよもう。続きまして、大倉の範之さん、うん、三浦さんに一人でやってほしいコーナー。なるほど。来週もありますもんね。はい、僕は明後日暇なんで行きますわ。はい、どこで行けばいいですか。一人で、うん、さだまさしのコンサートに行って、うん、歌よりずいぶん長い喋りのコーナーで、うん、会場のマッサンファンと一緒に、マッサンファンって言うんだ。マッサンって書いてあるんだよ。びっくりしたよ。マッサンのユーモア溢れるトークを笑ってほしいです。あ、はい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 、できれば首に M サダとロン入ったタグルをぶら下げていただき、はい、親父の一番長いイキャン玉袋。うん、なるほど。俺割とこれ平気ですわ。これはいけそうな気がする。帰りがちょっと寂しいぐらいだよね。そうだよね。帰り安全さん待っててよ、あのどこでよ、コンサート会場の前で。またすぐ出てくる。もちろん一人のなんかあれなんだよ。みんなが帰るところ一人で帰るのがいいんじゃないですか。そうだよな。近々あんのかな。ですね、俺昔大森歌右衛門のコンサート一人で行ったことありますよ。ああ、知ってる知ってる。客4人ぐらいだったね。びっくりしたけどね。うん、君どっから来たの。ごめんごめん、一人じゃなかった。ごめんごめん、女の子と行きました。ラジオネームハウルの動くプレハブの小屋さんから、うん、まず三浦さんに一人で行ってもらいたいコーナー。はい、どうでしょうか。皆さんに行ってもらいたい場所は、うん、瀬戸内寂聴さんの青空法話です。うんうん、あ、青空法話いいじゃないですか。うん、おい、全然大丈夫です。俺質問したりするもん、それ仏教間違ってるんじゃないですかとか言っちゃったりする。おーおー、抗議したりするもん。おじいちゃんおばあちゃんに混じって寂聴さんの話を聞いて、うん、心を洗われてきてください。あ、寂聴さんも寂聴さんも、僕お会いしたことありますし、見物切って面白いわねなんて言っていただいて、楽屋でね。で、本番始まった時に、うん、見物切みたいなのはね、見方が違う。仏はね、見るもんじゃなくて拝むものよって、うん、本番の時に説教されたんですよね。楽屋では褒めていただいたの。うまいね、さすが裏表があっていい、いいね、うん、それが人間ぞ。そうそうそう、そんでいいんだ。そうですよ、うん、表ばっかりでは。そりゃそうです。また裏ばっかりでもいいか。そうですよ。寂聴さんが言われてた、うん、やっぱり元気になる秘訣は若い男の人と喋ることねとか、お肉を食べるのがいいわねって言うね。ものすげえなと思って。すごいよね。かっこいいですよ。あ、そうだよな。うん、いやでもそういうの大事なんでしょうね。大事ですよね、そういうことがね。はい、こちらはラジオネーム、んルパンさんから。ルパンさん、来てるんです。ルおやじギャグ。おやじギャグ、おやじギャグ言ってもらえるんですか。いや違いますね。はい、明日はゆらゆら帝国のライブです、うん、何かください。これはあげられない。関係ないもん俺、ゆらゆら帝国とちっとも接点が全くないもん。ゆらゆら帝国、帝国、ゆらゆら大国だったら大変だね。ゆらゆら帝国はね、いいよね。やっぱり厳しいとこ見せとかなきゃ。これじゃあ俺の本だってかわいそうだな、そんなんじゃ。そうね、そこまでだって読みたくないんだもん。そんな読みたくない人にはダメだ。そうですか、うん、じゃあもっとあれないですか。もう一冊ありますね。もう一冊、もう一冊じゃあもう一個読んでください。ここはもう、ここが勝負の
勝負どっちに転ぶかです。そうです。あと一冊よ。はい。あと一冊でございます。堀君がもう慌ててますよ。慌てふためいたってやつだな。エロ本が嫌いな有名人。よっしゃ。コーナーもありましたね、そんなコーナー。誰でしょうか。ラジオネーム渡る世間さんから。渡る世間さん。誰でしょうか。岡本信人さんは、うん、エロ本が嫌いというか、うん、エロ本が嫌いであってほしいです。岡本信人さんは野草を食べるのが好きなんです。そうだよね、うん、で天ぷらにしたりして食べてんで、だから多分野草を取りに行った時にエロ本落ちてるの見つけてると思うんだよね。じゃあこの人に、青春の正体あげましょう。最後でございます。素晴らしい。よかった。あ、またカンちゃんが上がりだした。ということはもうそろそろですね。はい。はい、そういうことで今から、ウコンを飲もうと思います。いいよ。ウコンさえ飲めば何杯でも酒が飲めるんですよ。俺、やんないからね、その、なんか、待ち受け画面になんか。そうよ。やんないよ、自分の。いや、絶対5杯ぐらいの酒。絶対やるって。やるって。やらないって。予想しとく。先週は寝たからね、飲み屋で寝てたから、あれ、取られてる場合あるからね。わかんないよ。寝たら取るから。さんの恐ろしいな。昔は沈宅とかよく言ったもんですけど、もう沈車だからね、今沈車出ますからね。怖いよ、やっぱり何があるか分かりません。いろんなところにね、はい、謝っていこうと。ちょろ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 さ様子見てるって小さい人間だよな。あと何秒とか思って生きてる。でもそういうのでこんな感じなんだろうね。ますから死ぬ時ってこんな感じなんだろうね。あーって感じなんだろうね。そうだよね。言いたいことをさ最後決めようと思ったら途中で死んじゃったりしてさ、辛いねこれ。本当だよね。なんか最後に一言、はい、今週の一言お願いします。というわけで、うん、あのね、実はね、もう古い手法だよ。